金属バットです。どうも、お願いします。お願いします。ね、さ、この前さ、自分の人形を作ってん。等身大のやつ。で、それをラジコンにして、走らして遊んでたんよ。ほんなら俺のラジコン途中で操作効かんくなってさ、走ってどっか行ってもうたんよ。は？最近街で俺見てない？何言ってんのお前。自分の等身大のラジコン作ったん？うん。何それ、何でそんなの作ったん？俺ラジコン作るの好きやねん。あ、そうなん？うん。で、スピード追求してたらさ、俺の形がベストやねん。絶対ちゃうでお前。ほんまに。どうやないかお前みたいなもん。見てない？街で俺みたいなやつ。お前みたいなやつ？探してんねんけど。見たわ。見た？うん。なんかね、パン屋の壁にバン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 ぶつかってるお前みたいな。あれお前のラジコンちゃうんけ？パン屋さんの壁？うん。それは俺やな。ガチもんだ。本人やわ。何してたお前。なんかやたらいい匂いする施設あるな思ってさ。施設って言ってんの？パン屋のこと。匂い嗅いでただけなんやけど。中入って食ったのにきしょいなお前。見てない街で。俺あれやねん。俺のラジコンあれやねん。何？漆塗りやねん。漆塗り。真っ黒のやつ。やった、見たわ。見た。見た、漆塗りのお前やった、見たわ。見た。うん。どこで？ネットオークション出たわ。売られてんの？え？仏壇仏コーナー出たよ。仏になってんの？仏になってないけどね。てかお前普段仏壇仏具のページ見てんねん。見てんな。あのページな、金ピカの方めっちゃ安いからめっちゃおもろいの。あ、そう。嘘んないわ、お前。振り返さんとあんた。あ、そう？もうええよ。なんでやねん。仏なってんやろ？ほなもうええわ。なんでや。仏だけに、ほっとけ、言うて。うえ。ホットケーキ。あざっす。さあ。え、いい。おいしい。お？なんじゃい。なんじゃい、なんじゃい。むっちゃウケるやんけ。おい。ちょろいね、今日は。おい。R1 のお客さんじゃん、これ。やめなさい。やめなさい。おいおい。知り合いにさ、漁師さんがおんねんけど。ええ、そんなんいてんねや。うん。その人がさ、この前、本マグロの大トロをブロックでくれたんよ。熱っ、なんで？なんか余っとんやー言ってた。余らんじゃんのお前、金貨やぞあれ。ありがとうございます言うて。大きいね、気前いいね。で、早速家持って帰ってさ、はあ、チラシ寿司にしたんよ。頭おかしいんかお前、おい。ベロバグってんのかお前は。やっぱうまいね。あ、そうな？あの、チラシ寿司の椎茸甘辛く炊いたやつ。あ、どうでもええわ。おい、どうでもええって。あ、椎茸ってあの味のまま地面から生えたやつ。ええわもうおい。椎茸の話なんか聞きとないんじゃお前。何何？トロはトロ。トロはいい色やったよ。色合いでいるんだトロ、お前。ほんなりょうさん怒らはったやろ。なんかえらい怒ってはって。そらせやろお前。あ、チラシ寿司にしました言うたら。ほう。頭おかしいんかお前。せやで。カナダ足でベロあるたるか。言うてまえなこれ。本マグロの大トロいうのはな、一回炙んねやつ。しゃあね。しゃあしゃあしゃあ。なんか油がこうじわー出てくる。ああ、しゃあ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 。それをケチャップにつけてくんがうまいや。頭おかしいかお前おい。ああ？なあ。炙るんすか？ケチャップじゃおい。ケチャップはね、僕もね、チラシ寿司にかけたんです。お前ぶっかけてんの？ほんなら、錦糸卵と相まって、オムライスみたいになります。ならんわお前おい。頭おかしいやないかお前。頭おかしいやん。頭お前もおかしいねんで。でもめっちゃええ人で。ええ人はええ人ね。その帰りもさ、うん、ホタテくれて。ホタテ？ホタテ。でっかい殻付きのやつ。海底の？うん。なんで？なんか余っとんやー言うて。余らんねやお前。どこの海住んでんねんお前。で、ありがとうございます言うて。大きな気前やな。で、早速持って帰ってさ、うん、水着にしたんや。頭おかしいやないかお前。やっぱ、ええー、ね。何がいいな。白が生えるね。生えへんねんお前には。あんなバキバキのギャルの姉ちゃんしか入んねえよお前。あ、りょうさん怒らはったやろ。なんかまたえらい怒ってはってさ。そらせやろ。あ、水着にしました言うたら。頭おかしいんかお前。そうだお前。カナダ足でベロあるたろか。今洗わんでねえや。ホタテいうのはな、一回網で焼くんやと。シャーよ、シャーシャー。焼いたら、こう殻がこうじわー広がってくる。シャーシャーシャー、もうここだけの DVD 欲しいわ、私好きやねんな。で、中身ポイってして、カスタネットにして遊ぶ。頭おかしいやないかお前。金属バットです。よいしょ。おナイスです。こんばんは。金属バットです。金属バットです。金属バットです。同じ言いづらいね、あんた。ねえ。ねえ。僕ら金属バット言いましてね。はい。大阪から来たんすわ。大阪からね。ね、僕ら二人とも大阪でね。来ました。大阪言うたらね、有名なもんがありまして。有名なもん。はい。大阪言うたら、紅茶と貴婦人の街でして。ねえ。ちょっとね。何？嘘ついたあかんわ。何がやねん、お前。自己紹介で。何がやねんな。大阪が紅茶と貴婦人、うん、ちゃうよ。何？ハープとティアラの街です。そうなんです。すいませんね。大阪ハープとティアラの街ですね。そっから来ましてね。ね。で、ガス溶接得意な方が小林で、アーク溶接得意な方が友安ですね。見たわかる思いますけど。見たわかりますかね。
わかりますかね。わかるでしょ。わかったかな。大丈夫でしょ。わかってるね。大丈夫大丈夫。はい、ね。まあ僕らそんなね、うん、漫才師なんですよ。そうなんですよ。うん。僕ら This is 漫才師です。This is 漫才師。うん、おいいね。うん。That is 漫才師。That is。うん。違うんちゃうか。Who is 漫才師。Who is。うん。なんか横文字が似合えへんのちゃうか。うん。これぞ漫才師。なんかな、漫才師の五両人。五両人です僕ら。漫才師の五両人ですわ。五両人で話持ってて。こんばんは。漫才師ってね、もう立ち仕事やんか。ざっくり言うとね、めちゃめちゃざっくり言うたせやね。もう立ち仕事のさ、接客業やん。むちゃめちゃざっくり言うたらな。うん。歌舞伎倒したらそうやな。きっつい仕事やん。めちゃめちゃ楽やで。え？めっちゃ楽よ。いやもうだってずっと立ってるからさ。こんな楽な仕事ないでお前。ある？え？見た俺の仕事量今日の。何何？歩いてきただけやでそこ。そう。信じられん距離で。こんな短い距離。この距離だけ。チョロ級であんな距離。めちゃめちゃチョロい距離歩いてきたのに。すごい、しんどいよ。しんどいかお前。いや俺それに比べてさ、はあ、コント師どもはさ、おい。あいつらさ、おいおい、すぐなんか椅子持ってきて座るやろ。休めようちゃうねんあれ。舐めとんだあれ。おい。むちゃくちゃやん。どうしたお前おい。しかもコントってさ、最悪コント睡眠って言ったら寝れんねん。受けへんけどな。一つも受けへんけどさ。ありえへんやん。どうしてお前おい。ずっと楽しとんじゃん。おい。楽から生まれる笑いなんかないの。どう尖ってんのお前おい。なんやねんあれ。お前。え？コント師ってめちゃめちゃ大変やで。大変か？めっちゃ大変よ。そう？あれコント師ってお前飛んだり跳ねたりラジバンだりいろいろせなあかんねんでお前。そう。そうなん。めっちゃ大変やで。いろいろせなあかんの。そうよ。まあまあじゃあコント師はさ、百歩譲って許すねんけど。偉そうやの。問題はよ、うん、あの落語家どもよ。おいおいお前おいおい、あかんやろあれ。おい、まあ、出てきてさ、 お客さんの前でさ、 お金払ってんねんで、お、なんかいきなり座ってさ、おいおい、大昔に誰かがやったネタやるやろ。おいお前おい、あれ、おい、舐めすぎやろあれ。ちょっと、え、小林、何、ちょっとお前どうしたお前。どうした、こっちのセリフや。お前はどうした。え、落語家は、うん、舐めとんの。舐めとんの。舐めとんの。舐めとんのってやっぱ。3桁年前のネタしてるからな。何百年やってんねん、同じ。どんだけ越すんねん、お前もう。丸なってるよ、お前。そうや、丸やで。玉やろ、あんなもん。玉見せてるだけやろ。玉見せるだけやんなもん。なあ、あれ。なんや、ネタの途中、熱なったか知らんけどさ、うん、ジャンバー脱ぐやろ、あいつら。お前、落語家のアウターのことジャンバー。アウターって言ってんの、お前。ちゃうよなあ、あれ暑いんやったら来てくれよな、あんな視野で。ほんまで暑いからすぐあれやろ、なんや、うちわで会うやろ。会うよね、あれむちゃむちゃしょんで、あいつらは。いやでもさ、俺はもうこうやってさ、ずっと漫才続けてたらさ、もう足腰弱すと思うよ。大丈夫やって。いやもう立ってられんくなると思うねん。いけるってお前。いや今はまだ若いからいけんねん。30代けどな俺ら、もっと年取ってさ、50、60になってきたらさ、もう立ってられへんよ。大丈夫やってお前。え、知ってるかお前。何、糸恋先生。糸恋先生、糸し恋し先生、あの人らもう死ぬ間際までネタしてあってんで。あ、そうそうよ。最後なんかお前楽屋な、二丁のピストル入ってきたん思って。腰曲がりすぎて。こんなの二丁拳銃入ってきたもん。入ってきた。マイクの前行ったらバチーってなる。バチーなのかあれ。めちゃめちゃかっこいい。すごいな。めちゃめちゃかっこいいあの人だ。そうよ。いやでもさ、もう今のうちにさ、うん、もう楽な落語家に転身しといた方がいいと思うよ。いや、お前な、そういや、落語ってな、楽じゃないね。楽じゃないのあれ。あ、知ってるかお前。ん、蕎麦食わんといかんねや。いや、蕎麦ぐらい食うたらええやん。できんのかお前。誰でもできる。やってみよう、ほら。ほら、おい、簡単やこんな。見てみよお前、マックシェイク飲んでる音やんけそれ。おい、マックシェイクの音やそれ。マックシェイクの音してるこれ。江戸にマックシェイクがあるかいってバーン殴られんのお前。マジで一番痛いとこ殴られる。一番痛い、ああ、正中線、正中線どん突きお前。マジで痛いのお前。それは嫌やな。せやで。そうか。でもあれよ、え、正座しちゃんといかんねん。いやあれ正座してんのあれ。何や思うてお前。掘りごたつじゃないの。えぐれてないねんか。あ、そう。師匠足ブラブラしてるの見たことあるお前。あ、ずっと楽してんや思ってた。めっちゃ座らなあかんのよ。正座してはんのか。お前、師匠の要求、パチッと答えなあかんで。要求答えなあかん。うん。師匠と歩いてて。うん。おい。うん。おい、ハゲノスケ。うん。ハゲノスケお前、おい。ハゲノスケっていうのは、俺でええんやな。お前、ああ。そうやんな。これや。え、これ。何すか、これや。あ、プリクラですか。小顔ピースちゃうのお前、おい。こんなおもろい師匠おらんのお前。え、ハゲノスケ、あと5秒や、早く小顔ピースせなおらんの。おいじゃない。一生ついてくわ、そんな師匠。違うんだ。せやで。何？タバコ？タバコや。タバコ。タバコやん。あ、あるよ。街歩いてても。ん？おい。ハゲノスケお前。え？軍閥の樽やないけ、おい。軍閥の樽。お前、ごっくんボディや、おい。下品な言葉。おい、おい。言葉を仕事にしてる人とは思われへん。え？ハゲノスケ、早く。早く。何すか？タマスダルや。タマスダル、うん、何にすんすか、タマ。ナンパやんけ、お前。タマスダルってナンパすんすか。ナンパ道具やろ、あれ。ナンパ道具、どうやってすんの、あの女の好きなもん作んねやろ、あれ。ああ、そうか。あれでタピオカとかしたら。いやー、エグザイルとか作ったら一撃やろ。一撃釣れんのか。バカもんやで、お前。え、
バカもバカもバーンやで。まあ、正中線あ五段付きドン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 正中線死んでまうそれは嫌やな。大変よ、落語家。落語家きついんか。3桁年前のネタで受けなあかんからな、そもそも。そうか、昔のネタで受けなあかんから。無理やろ、俺ら。めちゃめちゃすごいんやから。それはきついな。せやで。じゃあまあ、漫才師でいいんかな。漫才師やっぱり。でも俺な、どうしても座りたいんよ。なんやねん、お前。もう楽したって。なんじゃこいつは。でもあれでよか。なんでか。座り漫才日本一決定戦の。ほう。ザ漫才、出ましょうか。お後よろしいんちゃいまっかの。ありがとうございます。灰皿を失うか。変えてくれるのそうか。灰皿を失うのか。灰皿交換すぐしてくれるタイプ。今回は、こちらでございます。ババン、こちらは僕ら全力でやっていきますんで。はい。皆様よろしくお願いします。やってやるぜ。ね、はい、卒業式って書いてたんやね。そうなんやね。卒業式の話って書いてたんや。そんな時期ですか。そうなんやね。もうでも今、うん、もう3月。3月か。ねえ。そうやな。卒業式で覚えていること。卒業式。卒業式なんか何にも感動せんかったもんな。あなたどうやったの？そのなんか熱入れてる子もおったやん。卒業式で泣いたりしてるやつとか。うん、あとどうやったの？なかったな。ないよな。感動はなかったな。合うもんな。小中なんてさ、もう一緒やん。一緒やんこれ。同じ小学校卒業したら同じ中学校行くから。そう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 。ここは特になんもない。なんもない。ほんまになんもない。何の思い入れもなかったしな、小学校。なんか中学の卒業式なんかでも喧嘩してた気がするな。君ら？一番怖いヤンキーと一番強い先生がおって、うん、おあ最後にあそこずっと因縁の対決をしてて、はあ、ヤンキーが先生の骨を一回折ってんのよ。あちゃんとやってんねや。一回骨折って、はい、そっからもうお互い強気やからもう、はあはあ、やんのかね、うん、で最後もなんかちょっとなんか握手するような感覚やったけど、はあ、結局揉めてた気する、はあ、揉み合いしてた気する。どっちが勝ったの？いやまあまあまあ引き剥がされて終わんねんけど、あ結局なんや決着はつかへんねん。学校やから。あそれ君んとこあれやったもんね。ちょっと悪い方やったから、まあ、一部の生徒がね。うっとこは平和やったからなかったね、揉め事も。お前学ランやった？俺学ランやった。ああ、うん、なんか第二ボタン外してるやつおらんかった？あったね。おったおった。いやそれクレーみたいなやつやろ。クレーみたいなやつで、あの、うん、上げてんっていう絶対嘘ついてるやつ。おら、お前絶対嘘ついてるやろ。そんなやつおらんかった。ほんまほんまほんま。いや俺嘘つけ嘘つけ。嘘つけあれおらんかったか。おらんかった。そこまでおらんかった。あの全部なくなってるやつおったけど。あ全部なくなってるやつ。ああ。誰も声かけてくれんかったもん。あともう事前に外してると思った。あもう上げるように。だからいらんか。ボタンあるよ。いらんって。そういうのじゃないね。なかったかっこいいとかじゃないね。あったな。俺でもその誰も声かけられんかってさ。うん。そのボタンくれみたいな。ああ。で、あの陸上部やってさ。あそうか。あ後輩の子がパーッと来てくれて。うん。富樫さん言って。うん。なんかくれてさ。うわ何やこれ思って開けたら、うん、その。部活の卒業の記念でバトンをくれんのよ、うん、で最後に出た公式の大会の記録が書いてあってさ、うん、俺最後の大会 400m 出てで何の練習もせんと出て、うん、信じないぐらい遅いタイムで負けたんよ。それがバチン書かれた。めちゃくちゃ恥ずかしいバトン思って負の遺産よあれは。負の遺産やな。俺なんか好きやった子に、うん、卒業式じゃないかな、卒業式間際やったと思う、ね、まあまあこの界隈で手紙を渡されて、うわでふふふわと思って、うん、ほわってほんでもったよこの一人になったタイミングで、なんでそんなお前 R2D2 みたいな。あ来たーってなって一人になったタイミングでこっそり見たんよ、うん、ほんならあのみんなが写ってる全体写真、うん、あ違う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 、アホアホがクソがよ。ただ写真を配ってくれる子やと。クソがクソが分かるよ。察せよこういう時。なんであんな可愛らしい封筒に入れんねん。いや入れんねん。察せよな。なあ。全然関係ないけどさ、うん、俺飛行機乗っててさ、うん、シチュアーデスさんがな、うん、くれたよ手紙を。え？そう寝てたら起こしてきて、うん、いつもありがとうございますみたいなんで手紙持ってさ。うんこれはあの芸能人のやつよって言って、俺もついに芸能人の仲間入りや思って、
うわっ、もう降りてすぐトイレ行って。その場であげる、その場は、あ、まあまあ、ありがとうございます。いや、俺もそうやったもん。早く帰りたいって。で、もう空港降りて、すぐ便所行って、うん、そう。で、あの、うんこの方バン入って、で、やったー思って開けたらマスクやった。お前よって。マスクか。で、手紙で、いつも応援しておりますっていう。うん、これからも頑張ってくださいみたいな。うん、違う違う。マスクか。意味を分かってないね、女って。分かってないな。その辺の意図を組んでくれへん、腹なんだろう、分かっててやってる可能性。あるよな、モテ遊んでる可能性はある。マスクなんか渡さんでええもん。いや、そう。手紙なんか直では、手紙じゃない、もうな、写真なんか、これ写真やねんでええやん。いいねん。な、写真って言えばいいのに。言えばええのに。いいもしょらん。あったね。高校はそうか、一緒やな。ここ一緒やったもんな。小学校のさ、卒業式の帰り。うん。なんか親と連れとなんかうろうろせんかった、一緒に帰らなかみたいな乗りなかった。覚えてねえな、一緒に帰ってはない気がする。俺みんな親とはみんなと一緒に帰ってさ、うん、でみんなの親もおるやん、うんうんうん、でなんかみんなと帰り道写真撮った気があんのよ。おで家近い順からまた中学で会おうみたいな、うん、あの写真誰が持ってんのやろな。そういや一回も見たことないよ。そうやな、もう会わんもんね。みんなで肩組んだりして撮ってんけどな。なあ、高校、お前んとこ変形学年おった中学。いいよ。卒業式。なんか変形ではないな。ちょっと短いみたいなのおったかもしれない。あ、短乱にしてみたいな。そこまではおらん。ああ、刺繍ブワーン入ってるとかおらんかったんや。というか、着てけえへんが多かった。あ、なるほどな。もう、もう一個上な。もう一個上や、もう。パーカー。ああ、もう一個上行ってたんや。もうええねんっていう。あっちね。高校は特に何もなかったな。高校は俺あれがあったわ、その俺高校の3年生の時に、うん、の4月に軟式野球部に入ったんや。ああ、せやせやせや、1年だけ入っとけ、1年だけ入っとけ、あったな、お前。で4月に軟式野球部入って8月に引退すんね、うん、短いからな。、うん、でまあまあまあ、その先生と顧問の先生とえらい仲良くて、姫ちゃんやろ、姫ちゃん、姫ちゃんのその人の職員室とかも行って、うん、社会科のな、よう喋っててんけど、で卒業式の日に姫ちゃんが、うん、小林ちょっと後で職員室来いって言って、卒業式、わ、感動的なやつやと思って、で行ったら、うん、お前まだユニフォーム代払ってへんな。逃げられんね、姫ちゃん。逃がしてくれ、姫ちゃんは。1万7000円。ええ金よ。買うな、ユニフォーム。お前もう、8月で引退ねんから。1万7000円。買わんでええやろ。体操服で出ろ、大会なんか。どうでもええやろ。あれ、冷めたな、マジで。高校の卒業式の後何したっけ、なんか屋上行かんかったっけ、それ。あれ卒業式の日や、朝や、朝か、朝俺がチャリンコ行ってて、ああなんか上から視線感じんな思って上見たら小林が手振ってたよ。えって屋上入られてるのにどうやって入ったの。そうそう、屋上初めて入ってん、確か。そう、え、なんでって、お前と拓司とか連れが、ああ、はい、えっていう、やっぱ気づくもんやな、さっきみたいな。で屋根に体育館シューズ捨てたんや。あ、しゃあしゃあ、あったあったあった、うん、校舎の屋根に。あの校舎なくなったからな。あ、そうか、そうや、あの校舎取り壊しよ。はあ、なんかうろうろしたよな。うろうろしたっけ、あれ卒業前やったっけ、なんか普段入ったことないとこ行こうみたいなんで、壁と壁の間とか行ってたよ、みんなが。なんか言ってたわ。ここまだ通ったことないな、なんか言ってた、それ全部通ろう言ってたわ。そうそうそう、あの写真もどこ行ったんやろな。なんか写るんですよ、撮ってたけど。なくなったな。卒業式の後って何したっけ、あと何したっけ、何したっけな。卒業式の時になんか浦野先生、松並先生っていう、うん、あのほんまにヤクザみたいな、なあ、うんうんうん、ここまで反り込み入ってる。で、こんなでかいレイバンのな、ぶら下がしてるスーパーヤクザ先生が、うん、卒業式どうすんねんみたいなんで、うんうん、あ、最後あれか、親の方向いて一礼とかするか、うん、みたいな。お前ら、お前そんな迷惑かけてないからするかっていう、あのなんか集会みたいな、あの朝礼かなんかで、うん、で どうすんねんお前らみたいなんで、みんな無視や、そんな。あんま言いたくないから。俺あれ当てられて、お前トマヤスどう思うみたいなんで、俺マジで覚えてるのが、うん、いや別にいらんちゃいますっていう。そんなん言ってたっけ。そう、別にいらんのちゃいますっていう。
エスなんて言われあそうか傷吸い取れそうや、ね、今考えたらそうやね、うん、松並先生言う通りやね、うん、それぐらいしたらよかったよね、うん、親の方向いて、うん、義務教育ももう以上のことをやってくれて、うん、でみんなほぼ就職やから、うん、もう学校なんか終わりやから、うん、わありがとうございますぐらい言うたらよかったけど、やっぱお前も何も言わんかったよ。どうすんねんみたいな時に。てか親なんか来てたかな。いや親来ててん確か。来てた来てた後ろ来てたと思う。多分俺は来てないな多分。お前のおかん来てないんだっけ。来てないと思う。わしのおかん多分来てたと思う。なんか頭下げみたいな言ったけどな。みんなで総務士やったな。そう下げたらええねんけどな。やっぱ嫌やもんな。いや、いやなんやろな。18位は。うん。卒業アルバム作ってたんよ。あ、作った。お前もおったよな。おったおったおった。一緒にやったよ。なんか一人の子の写真をいっぱい置いて、うん、しげな、うん、しげね。しげの写真だらけにしようぜみたいなしてて、うん、で、うわおもろいんちゃーってやってて、うん、でいざ完成したの見たら、うん、俺らのクラスだけスカスカやったの。スカスカやそう。隙間だらけやろ。隙間だらけやった。で、あれやで、お前しげ増やしたんしてる俺。え？俺が一枚の写真でしげが二人おる。しげの顔を、しげの顔くり抜いて、で寝ちゃうやつをしげにして。シゲが二人おるって言うしたけど。シゲだらけ。なんかあの、とんでもなくスカート短い女おったやん。ああ。あのブスの、よそのクラス、2年の女。あはは。あいついじって貼ってたやん。貼ってた。あれむっちゃ怒っとったな。なんかいじってるらしいやん、やて。あの女の、あれ、好きな男のタイプしてる？あ、知らんわ。好きな男のタイプ、ニッカポッカって感じ。ニッカポッカって何？もっとあるやろっていう下の膨らみに行くんやろ。ニッカポッカなんや。あはあ。記念になることをしたっていうね。寄せ書きなんかしたっけ。寄せ書きしてないんじゃん高校の時。でだったかな。小中は俺して覚えてんねん。ああ。あの最後のページやろ。はあれは覚えてんねん。またなって書いてた。またなが多かったね。ああ。バイビーとな、うん、バイビーってなんか言ってたな。言ってた。バイビーとかまたなとか高校なってもよろしくねとか、うんうん、携帯買ったら連絡しよう待ったわ。そういやギリギリ携帯広まってた時だから。そうやまだだってあの家の電話番号とか全部書いてたよな。しゃしゃあったあったあった連絡も卒業アルバムに。お前連絡も回したことある？え、あると思う。あるやん部活でさ、うん、で雨降ったら中止みたいな。あはんはんはん。あで朝電話かかってくるやん、うん、だからまあ6時半には起きとけみたいなんでさ、うん、でわし6時半ぐらいに頑張って起きてさ、うん、頭ボーっとしてて、うん、で俺の前の王ちゃんってやつから、うん、いつも来んねんけど、で王ちゃんから電話かかってきて、うん、友達今日はあれあれあれ言って、うん、あオッケーオッケー回しとくわ言って、電話切った時にあれどっちやっていう今日はあるんかないんかちゃんと聞いてなかったっていう。で次の町いたってやつにあのちょっとあの王ちゃんから電話あってんけど、うん、今日はないっていう場合1か場合もう一回王ちゃんにかけろよ。いやそれはめんどいからでなかったから助かった。ああ勝負に勝ってんあれマジの鈍いチェンジ。マジで大勝負で勝ったわ。危なかったあれねえ。寄せ書きしてたお前小中。寄せ書きはあったと思う。してるよな。してると思う。なあ見返すことないよなあれ。あ、でもあんま書いてて、そっか、おのおのなんやな、あれ。しゃ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 。書いてて、俺多分あんま書かれてないな。あ、そう？うん、なんか4、5人やった気がする。なんか、でも、じゃあその関わりないやつ来て書かへん。ああ、だからその関わりないやつ来て書くところからも外れてた気がする。わしはなんか全然知らんやつも書いてもうて、なんか嬉しかったな。うん、ああ、ありがとうなっていう。助かるわっていう。何が助かんねやろな。なんかわからんけどな。またなとか書いてくれて、あ、またなって書いてくれて嬉しいねえ、中学もなんか書いてた気すんねんけどな。中学、うん、覚えてないな。覚えてないな、中学なあ。高校はマジで書いてないやろ、多分。書いてないでしょ。ないよな。書く欄すらなかった気がする。たいや、あるんじゃない。あったんかな。一応分からへんけどなあ。高校覚えてないな。あとあれな、アルバムであの空からの学校の写真とか写ってるやん、うんうんうん、これであの時代の流れを感じるっていうね。あ、昔高校田んぼやったんやっていう今マンションなってあるけど、だいぶ前の写真やから。そう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 。あれ文集とか書いてた？お前卒業文集。あ、書いてた。あれ何書いた？将来の夢。
将来の夢とかじゃなかったの？なんか俺自分の6年間の思い出とか、うん、なんかハゲって呼ぶなみたいな書いてたとか、あ坊主ですっていう、あお前もうちっちゃいから坊主やったんやあ違う違う違う、元坊主みたいな感じだったかな、はあ、うん、ハゲじゃなくて元坊主ですみたいな内容を、はあ、あの400字ギチギチに書いてた、もうつら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 恨み節書いてたんやいや昔でもそうよな、小学生って坊主のことハゲって言ってそれめっちゃ嫌がるよな、うん、あ別に嫌ではなかった、なんか怒ってた、私の連れのやつも坊主のやつみんなにハゲって言われて、うん、ブチ切れてたわお母さんがするからやってやっぱり中学になって荒れてたわそいつちょっとヤンキーになってたわ、わしな、あの一緒に遊んでた連れのやつが、うん、ちょっと暴力的なやつやって、あそいつがあのバンって蹴ってきて、お前です、うん、将来お前オリンピック選手一緒になろうやって言われて俺嫌やけど分かったって言っていいよって言って、確か卒業文集オリンピック選手になるみたいな書いてるわ、何にもスポーツできへんのに今はどうなってるか分からんのかそいつ、うん、そいつこの前そう、あいや Twitter で見っけたけど、あそう、うん、なんかそんなにパッと跳ねてなかったわ人生に悩んでたわ、まあ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 、まあ、うん、目指してたかどうかやくないけど、そう、まあ中学の時点では目指してなかった、うんうん、フォークシンガーみたいになってたあそうなんや、はあ、あ、うん、思い出した、俺小学校の卒業式完全に思い出したわ、なんやちょっとこれは分からんけど、うん、あの要はペットボトル爆弾っていうのをほん作って遊んでたんや、みんなで殺傷能力あんのそれは、ないと思ってたけど思いのほかある、ほんペットボトルにドライアイスを入れて水ちょっと入れて蓋して放置する、危ない、それを公園とかでやってて、ほんで、まあ、最後やし教室でやろうってなって、あ怖っ、でほんますごい爆発するのよ、バジャーンってなる、バコーンってなんね、ほんで、ちゃんと天井に穴が開いて、すげえで、え、どうなったの、え、だからもう先生が駆けつける、何のだよ何のだよって駆けつけてくるから、ほんまに漫画みたいに掃除箱に隠れてえ、逃げ切れたそれは俺と他のやつ何人かおってんけど、そいつらみんな逃げて俺掃除箱にやってもうたってどうしよう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 ってなって、まあ、結局捕まったけど、あ捕まるのか、さすがに捕まるか、いやなんか爆発してましたね、無理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 、あれ異常に楽しかったな、おーい卒業式？卒業なんかよくやっててん、で、はあはあ、卒業式の時に初めて、もう最後やからやったのかっていうやつな、あなかなか飛ばしたな絶対、ま、真似しないように、うん、先生のサプライズなんかないやろ、先生のサプライズはまあユニフォーム代やな、ユニフォーム代先生からのやろあそうやな、先生からのサプライズやそれは、先生のサプライズはないな、ないよな、そんな学校あんのか、あそもそもわし GTO 的な学校、あ18年やったけど学生、うん、18年もやってないわあ、そうか、18年もやってないか、まあ、なんでも13年か、うん、あ13年もないわ、12年か小中高やから6、3、3、12年、あ一回もなかったの、その先生に何かをするって、何かをするはないな、なあないよな、先生ないな、ありがとうみたいな、うん、うん、別に思ってはいたけど、ああまあ先生ありがとうとは思うけど、うん、何かになあ、うん、送る言葉みたいなのありました、先生から多分なんかいつも言うてるんで記憶に残ってないですねなんか言わはんねんな、ずっと、ああ、うん、響いてはないんかな、あでも小6の時に先生、学校の先生があの教室のテレビ、うん、ちょっと今日使うわ言って、でビデオデッキもあったから、うん、ちょっと今日はこのビデオ見ます言って、うん、耳をすばせば流してよ、うんうん、みんなに見せられて、で終わった後に、うん、あなたたちは、中学になったらこういうのが始まりますっていうこれが青春ですって、何にもならんかった何にもならんかった、始まらんかったかめちゃめちゃ芋臭い童貞の関係でっかいメガネして親に散髪してもらってる小学校の先生が、うん、卒業式で歌を歌う、うん、旅立ちの日にやったかな、あこのほら今のやつ、あ
の練習をするみたいなのがあって、うん、でみんな集まって練習して、うん、男子はこのパートみたいなあるあるでやってて、一人のちょっと怖い先生が、うん、ちょっと止まって、はっきり言って、うん、下手くそって言われたのがめっちゃ傷ついた。言わんでよくない？言わんで頑張ろうでみたいな。なんでそんなん言うねんと思って。いやあれじゃ叩いて叩いて強くするタイプなんじゃない？あまあそうか。そうなんじゃない？あったな、歌とかも歌わされたな。なあ。え、旅立ちの日に。旅立ちの日やった。俺ら旅立ちの日よな。中学が確かな、あれやってん。川島愛の曲やった。あ、俺あれやわ、中学の時メタリカのセイントアンガーやったわ、みんなでみんなでセイントアンガー歌ってたわ。ほんまに、うん、セイアンガー言ってたわ。ヘネハーヘネハーって言ってたよ。合唱、うん、先生ドラム叩いてメタリカか。メタリカやったね。高校何歌ったっけ。高校も旅立ちの日じゃない、やったっけ。効果歌ったよな、多分。高校の効果なんて覚えてないな。そうね、ここで聞いて。そうやわ、うん、あ、こんなんやったんやみたいな、うん、やったよな、確か。小中は覚えてたんやけど、高校流さんかったもんな、高校、うん、歌うことないなあ。ここで多分初めて聞いたよ、卒業式で。効果歌ったっけ。歌ってない、多分。あ、聞いてるだけ。多分神もうたけど、知らんから誰も知らんから。多分入学式と卒業式しか流れへんかったよ。あ、そうやな、うんうん、甲子園強なかったらそうなるよな。そうそう。悲しいよな。悲しい。あれ卒業式じゃないか、なんか黒板に真心集合みたいなの書いてた、うん、あー、あれは文化祭。あれ文化祭か、あれ文化祭、あれ文化祭か。真心集合っていうのあるんすよ。まあまあ、真心ね、向かいがジャパンでね、向かいがジャパン、朝行ったらゲボまみれ。みんなあそこでゲボ吐くから。卒業式のあと何してたよな。何したっけな。前は卒業式前1週間前とかは、うん、みんなあの吉田とか、うんうん、柊也とかと、うんうん、いやちょっと待ってくれっていう、なんか喋って、ちょっとちょっと待って、え、高校あんのほんまに。え、嘘やろって言ったな。いやいや、そんなことないってって言って、またなんかわーって遊んで、あ、ちょっと待って、やば、え、もう一回確認するけど、ここはの。これめっちゃやったな。やってたよ。で、あいつだけ卒業できんかった。そうや、あいつだけ。あいつだけ通信して単位足らんかった。え、俺中卒って。あいつ単位足らんかった、ちゃんと。あったね。何してたよな。まあ、休みが多かった。サッカーかな。そう、休み多かったやん。すぐ終わったりとか。うん、もう授業ないから、うんうんうん、ようサッカーしてたね。サッカーせんかった、卒業式の後してないかな、さすがに。あ、じゃあせんかって、でせんかったんか。機械科のやつが待ってたんよ。ああ、そうそう、俺らようお昼やってたんですよ、機械科のやつらとサッカーやってて、うん、で卒業式の後確か俺らどっか行ってん、遊びに行ったんかな。で後から聞いたら、機械科のやつがグラウンドでボール待ってた言うて、え、まだ今ももうおらん、もうおらん。もうおらんのか。みんなもうお父さんお母さんなってる。へ、そう、俺らどこ行ったやろな、あの後。どこ行った、中尾は行ってる。中尾は行ってるよな。さすがに中尾は行ってると思う。ってことは VIP も行ってるやろ。 VIP まだあったな、うん、あったもんな。ゲーセンも行ってるわ。あ、それは多分そうやわ。じゃあ中尾 VIP や。で三国書店行って本読んで、三国書店行って本読んでんのか。で蔦屋行って、うん、DVD 見て、え、バリおもんないよ。床は家具で、うん、のウォーターベッドで寝るんやろ。ちょ、バリおもんないって。いつも通りすぎるやん。あ、まあ中尾やな、多分。中尾行ってんのか。行ってると思う。そうか、うん、卒業式の前なんか何してたやろな。何してた、マジでサッカーか。でもサッカーはよしてたな。時間あったもんな、うん、うん、別に進学もせんし、うん、みんな暇やから、うん、そうやな、うん、あったね。卒アル卒アル見返す。いや、でも俺ないねんて。あ、そうか、捨ててもらった。捨てられた。あんたお母さん捨てたんやな。お母に捨てられた。もういらんやろ。じゃあもらった時点でいらんねん。確かにな。見えひんな、卒アル。見返すことないね。たまにでもさ、うん、資料で送ってくれみたいな。あるあるある。なんか舞台で使うとかで。うん、やっぱ見直すとさ、うん、ほんま刑務所みたいやったな。わしも坊主やって。で、作業服着て。ね、砂場掘ってたりして、ね、下埋めてんのかって。鋳造の砂で。鋳造、あとみんなずらーっと並んだ集合写真みたいなな、クラスの、
やっぱみんなちょっとちゃんとあかん顔してるもんな。もうダメやんこいつらっていう。あれはでもみんなそうなるんじゃん。あの写真、いやいや、あの写真まともなやつ。いや違う花がなさすぎんねんって。やっぱ工業高校の一番アホのクラスやったから。そうか。ああ。やっぱキャピキャピしてなかったから。ああ。うん。3分の1は歯巻ききやったやろ。高校生なのに。ああ。不思議なもんでさ。カレーが好きやったから。カレー好きやしね。鉄粉あ、鉄粉浴びてるし。ああ。うん。こんなもんじゃないですかね。うん、卒業生に一言お願いします。いやーね、うん、しかしあれやね、何じゃい、痴漢あかんね、痴漢あかん、うんま痴漢あかんわ、痴漢あかん、うん、痴漢あかん、痴漢あかん、痴漢あかん、あかん、あかん、痴漢あかん、痴漢あかん、あかん、痴漢痴漢あかん、あかん、あかん、痴漢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 あかん、ルール決めよう。せやな。わけわからへんな。うん、盛り上がられへん。せや、わけわからへんわ。わからんままやってるから。ちょっとな、痴漢がややこしいから、はあ、こうと呼ぶことにしよう。え？で、あかんがややこしいから、はあ、おつと呼ぶことにしようか。ややこしいってそっちの方が。で、こうとおつが連なったとき、まあ言うたらうまいこと言ったときな、うまいもんやから、おでんと呼ぶ。ちょっと待って、おい。おい、ちょっと、おい。おい、おい、ちょっとわけわからへんって、おい。ややこしなってんの、お前の方が。え？なんかおでんの契約書書いてるみたいになってるわ。そう、わけわからへんわ、お前。あ、そう？せやで、お前。いや、とにかく痴漢はあかんのよ。痴漢あかん。ほんまに痴漢あかん。ほんまに痴漢あかん。痴漢あかん。うん。あ、ちょっと待って。え？痴漢あかん。めっちゃ早ない。痴漢あかん。いや、そんな早ないけど。いっちゃ早いやろ、俺。いや、俺の方が早いんちゃう？マジで？うん。言うてみて。パン！早っ！お、早いな、お前。はい、ゼロいってそのガンやん。そんなあれやったら、お前、チャンってほら。いや、それはチャンって言うてる。いや、お前ガンやんけ。俺ちゃんと言うてる。何？パン！チャン！パン！チャン！パン！チャン！パン！チャ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 ン！ルール決めよう。言えてもおい、ルール得て。ルール決めます。ルールええねんて。まず、ガンがややこしいため、ややこしいアルファと呼ぶことにします。ややこしいって。がややこしいため、ベータと呼ぶことにします。ええって、お前。アルファとベータが連なった時のことをガンマと呼ぶ。もう訳分からへんの、ね、やめてくれ、お前。ややこ反応みたいなこと言ってるやん。なんやねん、お前。え？ちゃうから、もう時間もあらんねんで、これ。あ、そうな。漫才の段取りもあるし、これ。な、言わなあかんこと3つあんのよ、あんた。あ、3つあんの？せやで、あんた。あ、そうな。まあまあ、とにかくさ、うん、痴漢はあかんのよ。痴漢はあかんな。うん、現状さ、うん、痴漢し放題みたいになってるからさ、うもう警察としては、うん、もう絶対に負けられない戦いとして挑んでほしいよな。うん、これはあくまで個人の感想やけど。マジシャンか、ういっせぇ。脳金属バットです。どうも。脳金属バットです。お願いします。どうも。ありがとうございます。いやいやいや。いや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 、俺さ、へいへいへい、ちょっと、不倫してんのよ。アホかお前、おい。アホなんか俺、お前、おい。いや、やったかやろんな。してるからさ。ヘラヘラすんな、お前、おい。やったかやろ、お前。あかんのはもちろん分かってるよ。分かってるんけ、俺。分かってる分かってる。相手どんなやつやねんな。相手、小学校の先生でさ。うわ、お前もう、そんなんとどこで出会ってんな。俺が、小学生の時の、担任の先生なんやけど。あ、おばあちゃんや、お前。おばあちゃんとか言うなよ、お前。年齢的におばあでしたろ。いや、失礼やろ、お前。何がいいな。女性に年齢関係ないやろ。お、あ、確かに。申し訳ない。失礼。確かに申し訳ない。まあまあ、確かにお年飴してはんねんけどさ、はあ、その年齢を感じさせないぐらい、はあ、お召し物が艶やかなよな。ババアやないけ、お前、おい。やっぱババアやんけ。何がいいな。お前、ババア褒める専門用語全部使ったやんけ。わし、高島やってたんか、思うと。そんなん言うなよ、お前。仲良やってんやからさ。仲良やってって何やってんの、あんた。いや、この前もさ、はあ、その先生と初めて出会った記念日があってさ。ね、入学式っけ。で、その時二人でさ、お寺行って。おい。で、寺の入り口にある、はあ、こう水をかけ合ってさ。あ、開けまへんだ、あんた、あれ。買いますね。そういうギミックになっちゃうね、あれ。で、そっから二人で買い物行ってさ。ほんかいな。で、俺もう何でも好きなもん買ってあげるよって言うたんや。えらい気前な、自分。まあまあ、記念日やったからさ。入学式な、それ。なあ。ほんな先生がさ、うん、私が欲しいものはお金で買えるものじゃないのって。どういうこと？なんか俺の目をじーっと見つめてきてさ。あらー、先生、ねえ。なんか膝の軟骨が欲しい。あ、そっちかいな、お前。さすがに軟骨買われへんわ。むちゃ言うたあきまへんわ。ほんな先生がさ、はん、もう俺にプレゼント用意してくれてて。何？なんか俺の名前入りの、パワーストーンを用意してくれてて。あら、偉い、キャイらしい。やろ？名前入り。いいやろ？あんた小林圭介っつう名前からなんや、圭介って書いてるパワーストーンかいな。いや、小林家って書いてたの。墓石ちゃうんけ、それ、おい。墓石じゃないけどな。これ手につけるような石？
でっかい四角やった。墓石やないかお前。おい、あれパワーストーンちゃうねん。嘘、パワーなくなったやつが使うストーンやお前。あ、そうなの。最後の石ですよあれ。えぐい間違いしてるやん。でそっから二人でさ、うん、先生の家行ってさ。え、不倫やろお前。そうよ、いかついな。で部屋でな、うん、まあまあ二人きりやんか、うん、まあだんだんいい雰囲気になってくるやんか。え、ほんな先生がさ、うん、そろそろ欲しくない。えらこちゃん、あららら、えらいこちゃん。あらー、そっからさ、はあ、吹き焚いてくれてさ。おもろないの、これ、ハゲ、おい。誰か、おい、マジでうまくて、あれ。眠たいこと言うな、ボケ、こら、おい。え、大人やろ、不倫やろ。いや、そうよ。なんちゃ、こう、体を触るような著名こと、お前。あ、そういうのが聞きたいの。当たり前やんけ、お前。もちろんあるよ。よいしょ、言え。肩もんであげてさ。孫やんけ、おい。え、あんた孫みたいなことしてるやんけ。何がなんかないんけ、そっから。いや、そっから先生がさ、うん、漫画買うたあかんよ言うて、え、で図書券もらって、おい、で家帰ったよな。お前早不倫せえや、おい。え、全然せえやんけ不倫。おい、早せえよ。お前不倫したあかん言うてなかったっけ。わしも下品な生きたい耳なってんねん、おい。頼むわ、なんかくれよ、お前やれよ。じゃ不倫してるやんか。どこがやねんお前、寺行って吹き食うて肩もんで、お前こんなもん不倫ちゃうやん、家族やんけお前。ありがとうな。ありがとうないないねん。どうしてんちゃうのお前。やっぱ不倫ってあかんやんか。もうかまへんのやないこれ。だから俺ちょっと前々から考えてることがあってさ。ない、養子なんのけ。いや、じゃなくてさ、はあ、どうしようかな。なんや、結論だけ言おうか。はあ、先生をさ、はあ、俺ら金属バットに加入させようと思って。あ、いややってお前、おい、いややって。いいやん、いややって。いや先生吹き焚いてくれる。いらんわ吹きなんかお前。いやじゃ。じゃあ分かった、はあ、旦那さんも入れようか。なんでそんなことなんねんって。いらんって、ダブルで。これが一番平和に収まんねん。何が平和に収まんねん。おい、なんでジジイとババとハゲとロンギで漫才せなあかんねんお前。いやいやって。いや旦那さんめっちゃ喋れる人よ。喋ったことあんねや。あるあるある。おもろいの。全然おもんない。ほなあかんやんけお前。おい、なんでダラダラ喋るジジイと吹きたくババ入れなあかんねんお前。いらんわ、行かへんて。でちょっとほんま申し訳ないんやけどさ。あんたもうどれが申し訳ないねんな。正式に加入させる日を、うん、俺と先生が初めて出会った記念日にしていいかな。なんや、入学式なんか4月け。それは9月1日なんやけどさ。あんた転校生やったんやね。どうも金属バットです。こんばんは、お願いします。ねえ、もうね、うん、さ、へ、この前さ、うん、地面にさ、うん、穴掘ってたんよ。え、何してんのお前。なんか出てこい思ってさ。いくつお前、うん、バイトせよお前は。ずっと掘っててん、はあ、ほんならさ、はあ、金出てきたんよ。そうつけお前。いや、ほんまほんまにほんまに。そうつけ。金というか金鉱脈。激アツやね、うん、熱いね。買ってん俺も鉱脈。もう人生買ってもうたんや。ほんまに。うん、たださ、はあ、ちょっと問題があってさ。何や。俺その金の鉱石を、はあ、金のインゴットに精錬する技術がないんよ。まあ普通ないわな、うん、はあ、だからちょっとね、うん、技術がないねんな。ああ、めっちゃ困ってんのよ。あれちゃう、なんか三菱とかさ、大企業に言うたらあれ金やってるから、あんじゅやってくれんじゃん。三菱そんなんやってんの。やってやってる。え、三菱ってあれちゃうの。何、ゼロ戦一本で勝負してんの。もうやめてんねんお前。大昔にやめてんの。もうやめてはんの。今もうバリバリいろいろやってんの。あ、そうなんや。せやで。ああ、そうか。でもそんな三菱みたいなさ、そんな財閥に言うてもうたらさ、なんや、結構いかれる思うよ。え、眼球、何何、ちょっと、ま、眼球。マージン的なもん。かまへんがな。いや、お手元にほとんど残らんけど。ドンと来るよ、大丈夫よ、奥来るよ。いや、奥来る、うん、だからちょっと俺できるだけな、このプロジェクトはな、うん、もうプロジェクト言うてんの。小規模でやりたいんよ。かめついの。うん、だからね、ちょっとね、お客さんの中で、え、金をインゴットに精錬できるぞって方います？おるわけないやろ、お前。アホか、お前。おれへんな。おるわけないやろ。義務教育受けてないな。義務教育で習わんねん、あれ。習わんねん。めちゃめちゃ特殊やな、あれ。そうなんか。嫌で、お前。あー、でもな、まあ、一回全部掘るわ。一人で？とりあえず全部掘ってから考えるわ。がめついね。うん。で、うん、でも掘るにあたってさ、うん、ちょっと厄介なんかさ、何事故なんよ。事故な、うん、穴掘っとったら落盤とかあるからね。そうなんよ、うん、で一番怖いんがな、ガスの事故でさ。ガサかなんで。ガス怖いやろ。火ついたら死んでるからね。そうやね、うん、でどうもな、うちんとこの鉱脈な、うん、ガスが出とんのよ。あら、あんたんとこの穴ガス出てんのかいな、うん、ガス出ちゃっとんのよ、うちのえらいこドラ鉱脈ちゃん。えらいこっちゃで、あんた、うん、でちょっとガスの成分調べてみてんけど、はあ、どうもな、天然ガスが出てんのよ。激アツやねお前、おい。めちゃくちゃ熱いやんけ。大勝ちやで。二勝してんの。二勝やな、うん、熱いの。そうやね。ただな、ちょっと問題があってさ。なんや、俺その天然ガスから、はあ、家庭用のエネルギーを抽出する技術がない。あたかいな。もうとにかく俺には技術がないねん、はあ、俺にあの資源だけなんよ。コンゴと一緒。え、アフリカのコンゴと全く一緒ない。コンゴと同じないもん、はあ、あ、そうなん、はあ、だからちょっとね、お客さんの中で、え、僕と結婚してもいいよっていう女性います？なんで今聞くのお前。おい、いけるかな思って。なんでおらんねんお前。こいつ金とガス持ってねんぞお前。おい、豪邸やぞこんなもん。ありえんの。まあ金とガスぐらいじゃイケメンには勝たれてんのかな。世知辛いね。世知辛い、ね、ちなみにさ、うん、その穴どこあんの。
穴え、場所うん。いや、それ言うたらあかんやん。言えよ、お前。いや、押し寄せてくれやん。誰も来えへん、押すやろ、お前。来るって。日本やろ日本ないで、そんなもん。まあ、ヒントだけあげようか。言うてみんな。谷町ってとこだよ。嘘つけ、お前、おい。大阪のやろ、うん、すぐそこの。大阪の。あのとこなんもないで、お前。追っても地下鉄しか出てこんよ、あのとこ。いや、俺、谷町に土地買うたんよ。土地買うたん ?1 平米な。ちっちゃいな。うん。掘る用、掘る用の土地。掘る用。12万で買うたんよ。結構しまんな、谷町。で、掘ってたんよ、ずっと。はぁ、あ。ほんなら何も出てけへんねや。当たり前やろ、お前。で、このままじゃ12万パーやから。かまへんがな。ほんで、もう結構深くまで行ったから。がっつり掘ったんや。これバレへんな、思ってさ。え?ちょっと横行ったって。横行ったかね、お前。横ガンガン行ったって。横非合法やねん。谷の土地ガンガン行って。はぁ、あ。で、谷町1丁目ってとこから掘って。はあ、で9丁目で谷町全部掘ってるやんお前おいそうやね谷町線よそうや俺新谷町線開通させたよそれは谷町線めっちゃすごいよお前で9丁目ついに金が出てああ9丁目やねんな、うん、谷急に金とガスがあんねんな言うてもうとるがやおい聞いとったでおいありがとうございますどうもうん、OK ねねねはいさあうん俺すごい発見してさ何がやねん大発見何じゃやねん市民税あるやんあるねうん、うん、あれを払わんで済む方法マジで、うん、おい発見してさ合法、うん、合法まあ限りなく透明に近いグレー初めてまあグレーなんやなまあ一応コーナーがついてる感じの親は中さんで親は中さんで大丈夫教えてようん教えてガブガブ酒飲みたいやんガブガブ飲みたいやん教えてちょうだいちょっとその前にごめんあれよ何がやちょっと背中かいえ、うん、ちょっと気になって喋られた早く書けよお前、うん、早く書けちょっと届かんわえうん届かんおわし書いたらお前ちょっと後ろ向けよなおいや俺あんまそういうあの男に触られるのとか、うん、どの面出てるもんなおい こんな機会やったら女芸人と組んだやからガタガタ言うなお前あっ任せろなあ俺じゃあこうするから、うん、お前書いてぶつけたよここにお前の欲望の右手にぶつけてこいよ、うん、わしの右手で気持ちになってんのお前お茶の右手で任せろやったるからおいなあ書いてあげてよおいああ収まってきたうん、喋れる。いける？いける。ちょっと教えてほしい。教えるわ。うん、まず、住所を、うん、他府県に移すのよ。他府県に移すのね。引っ越さないから、住民票の住所だけ移すね。移すだけ。うんうんうん、ほんで、同じ日のうちに、うん、また住所戻すね。すぐ、うんうん、するとどうなるかっていうと、うん、ああ、あかん。おいおいこういうこと言ってたやんけ、お前。何やねん、お前。無理や。どうせ喋られる。おい、書いてあるって、お前。えなあ、ね。書いてあるから。そういう問題じゃない。何やねん。中入った。中入ったら何がやねん。かゆみが。中入った。中入った。心臓かゆみ。心臓かゆみ、お前。心房かゆみ。心房かゆみ。左心房は左心房は壊死してるから。死んでんちゃうんだよ、おい。何やねん。じゃあ、俺ちょっと裏あったら、登山の方持ってきて、お前心臓ついてる。いや、死んでる。何やねん。もっと優しく、なんか、孫の手かなんかで、直接こう。こっちの方が死ぬかも、おい。こっちの方が死んでまうって、お前な。えあかんって、お前。死んでまうかも。あ、俺あれや、あの普段に今無比置いてるから無比なんか聞かんやろお前ちょっと無比ガブ飲みしてくれそれ一番死ぬお前どうも金属バットですお願いしますストライダー飛竜おおそんな技やったっけストライダー飛竜ってそんな技は使ってたかなあんま記憶ないけどこれのイメージあんのへえ始まりました金属バットもう一丁もう満体でございますありがとうございますもう一丁もう満体いえねえうんいやいや引き続きでございます、はい、タバコの吸えるスーパースタジオ、ありがとうございます本当に素晴らしいありがとうございますねねえいやね、本日はお日柄もよく、皆様たくさんのご視聴ありがとうございます、今回集まって、いただいたのはですね、あ何も考えてなかったすいませんごめんなさい、猫ミームなぜ流行っているのか徹底解説今話題の猫ミームがなぜ流行っているのかを徹底解説しましょう猫ミーム猫ミームって何ちょ、灰飛ばすなお前おい猫ミームって何なんです猫ミームっていうのは爆流行りしてます今猫ミーム猫ミームほんまにほんまにマジで聞いたことないな俺らまだラッスンゴリラで止まってるんですけど猫ミーム猫ミーム近いかもしれないです、えかけるメンバーが近いかけるメンバーですかほら吉本の
いきますよ。じゃあ猫耳一回見てもらいます。猫耳、はい、お願いします。おい、これ流行ってんねや。あの外国の面白猫をいじってるみたいなやつですよね。そうっす、集めて。ああ、要はゲーム実況ですか。違う全然違うんじゃないか。ああ流行ったな。でもああいう猫わーっていうのとかよく流行ったもんな。その猫を切り取って。そうです、あったね、マッドみたいなやつじゃな。ああ昔流行ったね。そんな今流行ってんねや。猫で、なぜ流行ってるのか徹底解説しましょう。知らんてわし今知ったんやから。まだ信じてもないぞ流行ってんねや。流行っているが猫ミーム。家で録画してるサザエさん見てるから溜まってたから追いついてないな。なぜ流行っているのかを解説しましょう。どういうこと。俺何も知らんのに。今のだからどこが面白かったかとかだったと思います。ああ、あれの面白さを、うん、だからもう疲れてるんだみんな全体的に。あ、なんかまあ嫌味やったもんな設定も全部。ああ嫌味な設定やったな。男と女マッチングアプリのとか、うんうん、仕事が疲れてるとか、うんうん、みんな疲れてんねやろな疲れてるのを共感する。あで可愛いキャラで、うん、あなんか濁してみたいなことないのな、うん、分からへんけど。アブリル・ラビンの力と。アブリル・ラビンやっぱあれねへいへい言うようなやつな、うん、あれ定型みたいね。定型文みたいな。そうやな、あれやっといたらウケるみたいなやつなやっぱなんかみんなマネするの好きやからな。一、うん、人おもれことしたらそれみんな使うからな、うん、あそうやな。これ誰がやりだしたのな。これいっちゃん初めもう外人やろどうせ。こういうのって外人じゃないのこんな。あの猫のオロロロっていうのもあよく待っていたよ俺。あそう、オーロジョンソンっていうずっとジョンソンっていうのオロロロジョンソンっていうのあ2000年に2チャンネルから始まったって、うん、あれ、あんた2チャンネルから知ってんじゃん。ニコネコ。いや見たことないな。あそう、うん、あなんかアスキーアートでゴルア、うん、言ってよしなどのセリフを書いているものの派生って書いてあります、うん、はい、がもうリアルになったんや、うん、アスキーアートが、うん、あんたやってたもんね、うん、見てやったもんね2チャンネル、うんうん、ずっとビップにおったよ、うん、言ってたな鬱陶しかったなあの時お前なんか言うたらググレカスとか言ってたもんなマジで鬱陶しかったわ。そうググレカス言ってたよ言ってたよ言ってたわ。わこれリアルで言うんやと思ってゾッとしたよ俺は身に起きた出来事を猫にすることで辛かったりひどいエピソードを緩和する。ああやっぱ言ってた通りあんた。ああ聞いてほしいねそれを。はーい、うーん、わしらもじゃあ猫ミームしたらええんかな。滑ったりした時なあ俺らがなんかガッて考えていざやってみて信じられないぐらい滑って喫煙所でむっちゃタバコ吸うの猫ミームにしたら笑えんのかな。で後輩呼んで酒飲みに行って結局大のチンチンが長いかっていう話して帰ってくるのも猫ミームにしたら笑えんのかな、うん、可愛くなるんちゃう。可愛くなるのかな。で後輩のバイト先に行っておい女とセックスせえってコンドーム渡して帰るのあれも猫耳しゃ笑えんのかな。いや笑うもうベロベロで行って癒されるんちゃう。ハイボールの濃いめのロング缶と薄ピタコって言ってお前これ飲んで今からセックスしてこいって言ってバイト先行くのも猫耳になったら笑えんのか。うん、そういう力があんねん猫には。これだから猫以外もやってるってこと。さっきヤギおったもんな。ヤギブレ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 したもんな。ヤギミームもあるんだ。これがいけるならっていう。犬ミームなんかあんのかな。犬ミーム探しますね。ねミームミームっておったよな昔。チェクタの相方で。ミームモリアね。ミームミームって言ってたよ。ミームモリア。うん。先取りしてたんか。猫ミームにちょっと犬出てくるぐらいはあります。ああ、客演でね。やっぱ猫なんや。はあ。まあ、猫なんか言うもんな。オロオロ言うもんな。ああ。世代は いくつぐらいまで。でも小田上田の上田さんはや見てました。はい、上田なんぼやあいつ。あいつ59にも定は不詳やない。59にも8歳にも見えるからな幅が広いからなじゃあ8から59までの間で流行ってんのか。じゃあ俺は入ってるやんけ見たことなかったな。恥ずかしいな。みんな知ってんのかな。
いや、みんなもう、見たことある。知ってました？もちろん。おー、 TikTok がもう分からへんもんな、見てないから。そうだな、TikTok。 たけちさんから聞く情報しかないもんな。スーマのたけちさんが TikTok よう見てて、やっぱスカート短い女の子が踊ってる嬉しいって言ってたから、うん、もう最近飽きたらしい。飽きたんや。筋トレ動画ばっか見てるらしい。あ、そこもあんねや。なんでもあんねや、うん、筋トレもエロもあって、まああるんやろ。で、正義もあるし、どうせバイクもあるやろ、うん、あと何が、何でもあんねんな。その人がそれを見ると、そればっかおすすめに流れてくるって感じですね。はい。TikTok を見ながらな、まず。TikTok。 何かしらでも流れてくんねんな。そういうことか。あ、今話題、なぜ流行ってるかっていうのは、流れてくるからか。なるほどな。流れてくるからか。頻繁に出てくるからか。なるほど、なるほど。なんかようわからん、この人何の芸で売れたんやろっていう。人おるやん、うん、いっぱいでも出てたら、うん、わあすごい人って思うもんな、うんうん、テレビの人やっていう。いざよう考えたら何の人か分からへん。そういやあの人何の人なんやっていうのな。わあ、何の解決もならんかったな。いやでも鋭い考察でした。やっぱり、はい、ところジョージ一体何の人やったんやで、最近やっとみんなが歌手やったで。そういや、そういや歌手やん、そういや歌手やん、ただの面白い人じゃないんやっていう。はい、どうも金属バットです。どうもお願いします。お願いします。ね、さ、うん、この前さ、うん、自分の人形を作ってん。え？等身大のやつ。え？でそれをラジコンにして走らして遊んでたんよ。え？ほんなら俺のラジコン途中で操作機関くなってさ、え？走ってどっか行ってもうたんよ。は？最近街で俺見てない？ちょっと待って、ちょっと待って、何言ってんのお前。自分の等身大のラジコン作ったん？うん、何それ、なんでそんなの作ったん？俺ラジコン作るの好きやねん。あ、そうなん。うん、でスピード追求してたらさ、はあ、俺の形がベストやねん。絶対ちゃうでお前。ほんまどうやないかお前みたいな。もう見てない、街で俺みたいなやつ。お前みたいなやつ探してんねんけど。見たわ。見た、うん、なんかね、うん、パン屋の壁にバン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 ぶつかってるお前見てるけど。あれお前のラジコンちゃうんけ。パン屋さんの壁、はあ、それは俺やな。ガチもんだお前。本人やわ。何してたお前。なんかやたらいい匂いする施設あるな思ってさ。施設って言ってんのパン屋のこと。匂い嗅いでただけなんやけど。中入って食ったのに気性いなお前。見てないマジで。俺あれやねん、俺のラジコンあれやねん。何？漆塗りやねん。漆塗り真っ黒のやつやった。見たわ。見た見た。漆塗りのお前やった。見たわ。見た、うん、どこで？ネットオークション出たわ。売られてんのお前。え？仏壇仏コーナー出たよ。仏になってんの？仏にはなってないけどね。てかお前普段仏壇仏具のページ見てんねん。見てるな。あのページな、金ピカの方めっちゃ安いからめっちゃおもろいの。あ、そう。そんなんええわお前。おい、プリカさんとあんた。あ、そう、うん、もうええよ。なんでやねん。仏になってんやろ、うん、ほんなんもうええわ。なんでや。仏だけにほっとけ言うて。うえ。ホットケーキ。うらっしゃ。はい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 、いやいや、どうも金属バットです。お願いします。いやいやいや、ありがとうございます。いや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 、ちょっとね、へいへい、俺あのこの前さ、はい、あの相席居酒屋ってとこにさ行ってきてさ。うわ、うん、だっさお前。おい、えー、あのとこ行くなお前。ええやん別に。あのもう若い兄ちゃんとか姉ちゃんが行くとかやね。あ、そう。わしらみたいなおっさんが行ってあかんのよお前。いや、じゃあもう行ってもうたよな。行ったんかいな、うん、だっさやっちゃで。で行ったらさ、うん、お前のおかんおったよ。最悪やんけお前。おい、いや、おいおったもん。今言わんでええやろお前、裏で言えや。おい、電気の力でみんなに聞こえてんねんこれ。おい、なんかお前のおかんがさ、気まずいか知らんけど俺に説教してきてさ。あがくなよおかん。ちょっと小林くん、あんたこんなとこ来ちゃダメよ。おかんもじゃ、まともな恋愛をしなさい。やめろやおかん。おい、いやでもお母さん今日綺麗っすね。あ、やめてそれお前。おい、やめてやめて。綺麗っすよ。一番やめてそういうの。でお前のおかんからかってたらさ。からかうな、うちのおかんを。さすがにお前のおとんが止めに来て。夫婦できてるやんけ。おい、最悪やんけ。でせっかく集まったからみんなで飲みましょうってなってさ。ちゃっちゃかいねえやおら。ほなお前の親戚がドリンク頼んでくれて。一族できてるやんけ。おい、相席居酒屋一族できてるやん。いやでもお前の家族みんな仲ええな。あれ普通やで。いやなんかみんなお揃いの服着てたよ。そんなユニフォームみたいなないよ。いや着てた着てた。あれ、え、何着てたん？みんな黒のスーツで決めてた。法事やんけお前。おい、法事か。最悪やん、相席居酒屋で法事してるやんけ。そうなんか。なんやねん、メンバー抜けたから新メンバー足しに来てるやんけ。
あんなとこで立すなよ。ほんならさ、隣の席でさ、黒ギャルが一人で座ってて。嘘やろ。ほんならお前のおとんが声かけててさ。最悪やんけお前、俺おとんとタイプバチかぶりやんけ。いや君黒いね。黒いってことは君も法事かい。おもんな、なわけないやろお前。いや君を見てるとね、僕の股間電波が法事並みにビンビンでございますよ。おい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 。いやでもね、今日はうちの Wi-Fi が来てるから君は県外なんだ。最悪やんけお前。おい、え、お前おとん下ネタの地形バキバキやんけ。すごかったんやから。あれちょっとおかんなんか言えよ。古今東西流したやんけ。おい、黒ギャルといえばガチャバ。そんなことないってお前。え、おかんブチ切れて変な偏見言うてるやん。でもおかん相当怒ってたんやと思う。なあ、ほんなおかんと黒ギャルがバチバチなりかけて。うわおかんのそんな見たないわ。ほんなさすがに店員さんが当面に来てくれてさ。あ、よかった店員さんまとめやった。ちょっとちょっと、うちそういう店じゃないんで。そもそもどういう店やねんな。うちの店では、まず服脱いでもらって。服脱ぐので、この石斧持ってもらって。え、でマンモス退治してもらいますね。最悪や。え、愛席居酒屋ちゃうやんけ。え、それ愛してるぜ石器時代居酒屋やんけお前。あれ俺言うてなかったっけ。言うてないよ。いや俺最初愛してるで石器時代居酒屋行ったって言うたよ。言うてない。お前略して愛石居酒屋って言ってたやんけ。あ、俺略してもてたんか。せやでお前、愛してるで石器時代居酒屋行ったやんたら、愛してるで石器時代居酒屋行ったって言わんと、愛してるで石器時代居酒屋行ったら分からへんやないかいな。まあまあそらそうやな。シャーロー、じゃあ今後は愛してるで石器時代居酒屋行った時は愛石居酒屋って略さんと、愛してるで石器時代居酒屋行ったって伝わるように、愛してるで石器時代居酒屋行ったって言うわな。どういうこと。いやいや、だから今後は愛してる石器時代居酒屋行った時、愛石居酒屋って略さんと、愛してる石器時代居酒屋行ったって伝わるように、愛してる石器時代居酒屋。おい、ちょっと待ってくれ。おい、最悪や。え、俺法事呼ばれてへんやんけ。うまいな。よいしょ。一眼レフ。あ、カメラマンじゃないよね。カメラマンでええのにな。なんか一個ずれるよな。ねえ、始まりました。どうも、金属バットのモンマタでございます。はい、やった。ねえ。おめでとうございます。新宿のタバコの吸えるとこです。やった、やりました。引き続きありがとうございます。ねえ、いや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 、うるう年ですからね今年はね。は、火つけたのかなこれ。もうもやしていいんちゃうけど、いけるんだよ。もやしいけるな。つくね。お線香みたいな。ノーマン体線香。おお、浴びとこ。かしくなるで。いやー、思いつく限りの悪行ねえ、ありがとうございます。ウルード氏なんで、燃やして捨てる。3月6日は何の日ですか。3月6日はひな祭りの3月6日はひな祭り。3月7日もひな祭り。ハッピーバースデーですね。ハッピーバースデーとでも申しましょうか。3月9日ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。もうええって、もうええって、もうこれもう毎年ええって。毎回買い直してるの。もうええってこれ毎年。何年やんねんこれ。これ去年もここでやらなかったか。同じやつなのか毎回買ってるのかが。去年もやった気すんぞここ。ここ見たぞこれ。見たって、見たって。ボールペンな。ペン先やろ。やったってこれ確か。ペン先やんっていうの。やったって、もう見たって。ボールペンの先っぽアップにしたやつやんこれ。なあ、ペン先やね。モニターがついてる。パワーアップしてる。お前も機能が上がってんねんな。このボケやってないよな、まだ。まあ面白くないから。やらんでいい。面白くないからな。やらんでは。なんでやってないかって言ったら面白くないからや。理由があるね。なんでも思いつくけどやってないってことは。うん。ええってこれ毎年。思んないってこれ。需要がないって TP これは。今年で廃止します。なんで今やめれんねんって。今やめれる、まだ。脱ぐだけやもん。何を毎年これ。小林さんの好きなものを作ろうと思います。好きなもの、ワルキューレルーン、バイクのね。マジかよ。いや踏み出したら、ね、作れる。何年かかんねん、あれ。龍神ジャパン行かんの売ってないで。うん、俺オイル交換しかできんねん、バイク。一番好きな甘いものは何ですか。一番好きな甘いもの、おぎりやで。まあ愛人ですかね。
もう一個、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 もう一回 TV 振って。一番好きな甘いものは何ですか？甘いもの？まあ、妖精の右腕ですかね。もう一個いけるか、もう一個いこう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 、もう一個いける。一番好きな甘いものは何ですか？私の、親指爪ですね。キャラなんなお前ずっと私とかなんなんどういうキャラで入ってるの。甘いもの博士やんけ。甘いもの博士やんけ。誕生日やからね。大好物、はい、モンブランを作る。あ、モンブランか。大好物やったんだ。ケーキの中では一番かな、うん、あ、ほんま、なんでそんなの作りましょうよ。イエーイ、やった。回収すんの？回収するの？小林につけときじゃん。色変えてみる。赤かな？赤か。なあ。食べるとき食べるときは銀にしましょう。しましょう。モンブラン作れんねんね。モンブランって。こんなモンブラン作ろうなんか思ったことあるよ。思ったことないな。なあ。味確かめたいな。このクリームが確かか、ちょっと一回眠らしてください。すみません、申し訳ない。一回眠らしてください。こう夢やもんな。わしに眠らしてください。かまへんでか。おお。ああ。わ、もう今日殺してくれ。うまい。生クリームうまいよな。うまいな。もうこれでいけんちゃうんか。ちょっともう好き勝手やらして殺してくれ、わしを殺してくれ。モンブランが好きってこれが好きってことやな俺多分。あ、そうかも結局は。どう、うわ、どう、うわ、キモい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 、うわ、キモい。どう。ちょっと待って、口開けて。もうここでドクモンブランいけるやんけ。どう、これでよかったんや。こんなんいらんかった俺だって。ないない、別に生地好きじゃないもん。そうよな、生地フューチャーしたことないもんな。うんうんうん。あ、これはいいわ。お前下下下下下下、何、どういうこと、どういうこと、下モンブラン、モンブラン、え、モンブラン、僕もああもったいない。バフンみたいな出てきたぞ。モンブランって下爆発するねや。あ、ごめんなさい、ありがとうございます。破れたんや。よかった、俺んちで、俺んちでよかったな。お前んちお邪魔してます。よかったな、すみません、ありがとうございます。いやいやいや、これで足りたやん。はぁ、できました。いや最高やん、これ。なあ、幸せすぎるな。生クリームやな、やっぱ生クリームやな、結局旨味ってさしすそやな。さしすそなんやな。料理の六大さしすそな。さしすせそな。普通にクリク打てるやん。うわぁ、クリクリームマジうまい。モンブランよりうまいまである。え、クリクリーム、クリクリーム、クリクリームか、クリームクリー。首刺さらん、刺さらん。もう指使いや、あんた忘れてるけど。え、指ってある、あんねんで。うわ、サラクリームやん。サラクリーム、サラクリームマン。なんもねえんだから。ブライトマンにはかからんかった。あ、もっと言った方がいいよ、お前誕生日やねんから。マジかよ、おい、うん、お前ここにこれもかけたら本物のモンブランやん。はやで AV 女優の、行く行け、なんてなんて、 AV 女優の方モンブランなんて。それ君モンブランやん、お前。松浦彩のね、松浦彩のそっくりさんのモンブランですか。松浦彩のそっくりさんやったっけ。ええー、そうよ。まあこれや。ちょっと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 ちょい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 、ん、味噌やん。竹屋味噌出てきたやん。合わせ味噌ですやん。なんで出てくんねん。え、うーわ、うーん、俺どう、すげえな今日、唐揚げ食ってクリーム食って、どう、明日死ぬんじゃん俺。でっかいニキビなってんじゃん俺、起きたら。そうじゃなくて、何ですか、ね、こっちに行って これをこっちにってこと。その味噌を、味噌って言ってるやん。一回チューブに入れて、チューブからやってほしかったっすけど。え、このクリをここに入れてってことですか。何でもいいです。何でもいいだ、黙っとけや。ハイザラ持ってこい。
これもお前最高やんけ。お前あお前それはそうやわな。ちょっとこれだけ味見てみるわ。あ、美味しくない。嘘や。俺嫌いやわやっぱり。あ、お前そうか、栗バカにしてたな。栗なんかな、クリームないと食われんねんから。クリームのせのために生まれた果物なんで栗は。え、これだ、これこれやこれやわやっぱり。これが本物のモンブランや小林。あお前割れんねや。嫌なんや。俺を否定するか栗が。これ二度漬け OK？ 、うん、うめえ、うめえな、うまいな、うめえわ。うーん、もう絶対これやん。俺見つけたわ正解。あ、お前そっちやな。これやわ。お前絶対これやねんもんな。これや、これ、これで、うん、おばあちゃん、うん、おばあちゃんこれでこうや。うまい。これや。お前ってやつだよ。絶対にこれやわ。オレオやん。うーわ、うーわ、生クリームバーガー、あ、最高やわ。ごめん、お前なくなったやんけ、ビスケット。生クリームバーガー。どういう手の動きが気になるわ。生クリームバーガー。これ最高やわ、小林。でも二口目からはクリームがいっさほら。全部出るから。そうか、圧力に負けんのか。うん。うん、最高やん。追加された。うわわわ、嬉しい。それはやりたいな。バリ取り、バリ取りするぜ、ごめん。バリ取りできるぞ。バリがうまいね。最高やんけ、うまっ。それはやりたいな。あ、もうこれでええな、毎年。うん、うん、こんな毎日やったら、きもな、完全に。これもう1個か、じゃあ。お前、そうやな。ちょっとでいいな。そっちに生クリーム入れたかったな。ブイーンって出る。ああ、ほんまやな。なあ、腸詰めみたいで。これやな。本物のモンブランです。本物のモンブランはこれや。本物のモンブランいただきました。うん、明日じゃあ同じ時間来てください。本物のモンブラン食べさせてあげますよ。これで出てきたブチーン。バラユーザーが。さすがのユーザー。なんだこのゲビ試しは。よし、ちょっとこれ合わせてみるわ。少量やったらいけるやろ。うん。あ、少量はうまいな。うん。何がそんな嫌いなんか意味わからんけどな。じゃあクリみたいなもんがな。ケーキずらすんだっていう話やね。お茶から言わしてもらうとな。C の問題ね。そうやね。もうこれやわ。これがモンブランや。これがモンブランや、これ。これや。我が食べてたモンブランはこれや。それは騙されてんねん。幼少期に騙されてんねん、それは。それに比べてここにあるモンブランはゴミや。ハゲがよ。うまモンブラン美味しいですね。いいですね。久々に親に見られたくないなと思ったわ。うん、いや栗うまっ。栗な、栗なんか食うことないからな。栗高いからな。栗高いね。栗って高いよな。高い。なんであなたがよな、栗みたいなもんが。うわ、コーヒー欲しいな。うまい。これやわ。これもモンブランや。これもモンブランや、小林。全部モンブランやな。全部モンブランや。こんなもん。こんなもん、何しろモンブランや、もう。コーヒー買ってきますよ。ホットなんて、あ、そういうことか。大丈夫ですよ。これがモンブランやな。これがモンブランや。1位のモンブラン。1位のモンブランやな。これやった。これもモンブラン。俺誕生日から作ったるわ。これのモンブラン。これ俺が考えうるモンブラン。お前やったこれ。
バーガースタイルじゃないの？バーガースタイルじゃない。バーガースタイルは違う方。あれはバーガーや。おー、これモンブランやぞ。マジで。俺一個正解やと思うわ。これモンブラン。マジモンブラン。どう？ロブションのモンブラン。これぞモンブランや。これがロブション。これはモンブランやぞ小林。うまっ。うまっ。もう何かしらの法律に違反してるんで捕まえてくださいよ。うん、私待ってますわここで。もう逮捕してください。もういいですわ。これで捕まるんやったら。かまへんわ。なんかちょっとトリップしてきたな。うん。もうすごいよな。すごいいっぱい色が見えるもんな。うん。生きるって楽しいな。うま。今日めっちゃ滑るんちゃうの。こんなことしてたら。今日夜からルミネやけど。うん。負けんちゃうセカンドも。そこまで引きずる。結構まだよ。幸せすぎるこれ。モンブラン美味しいな。なんて汚いんだ君のモンブランは。あのソフトクリームのミックスみたいに出したいな。あーお前それはほんまにそうやわ。ま、無理やけど。ちょっとできる。あ、これどうしたらいいや。あ、そっか2個持ってこうしたい。そうや先生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 。どうなってんねんお前おい。味噌やねんもう。上ではバコーンって抜いてギュッて絞って。バコーンってバコーンって抜くか。こうか。バコ抜きして。バコ抜きして。もうちょいバコったらいいんちゃう。おーナイスナイス。で汚れるのは厭わず。もう汚れはしょうがない。セット完了。よし。でこれをしたやろ今お前えどうしたんやでこうギューじゃないギューああギューの土台がいるやろここあそまあビスケットやなモンブランといえばいけんあーあーちょっとその粘土が違うわほら粘土が違うねん粘土が違うねん粘土が違うね片方だけブリブリ出てる片方だけブリブリ出てるって小林粘土がこれでも一緒やんけじゃあさっきともうちょっと待ってちょっと待ってこれ切ってああモンブランがこれ切って、うん、モンブラン入れたらミックスモンブランミックスモンブランやこれどうやろうあ大きいんでございますいえこれ切ってこんなもんもう邪魔や上なんかそれを切ってでもう中にモンブランを掘り込むよ、うんうんうん、モンブランもこっちで掘り込んだら早いお前天才すぎるお前ここに来て天才すぎるお前は戦いの中で戦いを覚えるタイプやったこれをこれでこれでぐちゃぐちゃんね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 ティシエの下積みもこんなんなんやろな全く一緒やろみんなフランスでこれやってんねやあーお前危ないぞ漏れてるぞえ下からあお前調教済みやないかいきっしょいのわしきっしょいのちょやろお、来た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 来あ、究極のモンブランやうわ直球だやなんで出てくんねんうまうわあー幸せいいなあー幸せ、あーお気にありがとうございますあーいやめっちゃ幸せやんこれあー嬉しい
いやちょっと灰皿いただいていいですか。いや最高やん。幸せは作れるんやな。なあ、ありがとうございます。歩いてくるもんじゃないねん言うてたわ。水前寺もチータも言ってたよ、うん、幸せは歩いてくるもんじゃない言うて、うん、絞り出せって言ってたわ、うん、混ぜて絞り出せって言ってたわいやいやちょっと一服しようこれは。あこれは成し遂げたな。うん、たどり着いたわ。これ成し遂げたな。おいくつなられたんですか。38です。やっと大人の男や。38からやからな男は。うん、37なんかクソガキの童貞やからなクソガキ童貞よ37なんか。38からか。38からやっと一人前の男。うん、うまっ、成し遂げた。これ2000回再生はあるな、うん、この料理、この料理2000回再生は硬い、うんうん、主婦層に刺さる、刺さる、うん、番組から誕生プレゼントも用意しています。究極のモンブラン。何でしょうか。何でしょうか。あんた何いただいたんですか。お、チュンリーや。チュンリーステージにおる人や。チュンリーステージにおる人はチュンリーや。お、チュンリーやんけ。そうそう、チュンリーや。百列客の。ありがとうございます。モーションティー。オフィシャル。モーマンタイの。あ、モーマンタイオフィシャル T シャツじゃないですよ。攻めすぎやろ。はい、ありがとうございます。いや準備切るか。おおエロかったですか。ちょっと君かぶっといてね。何や今の何や今の熊野プーさんみたいなこと言うやってお前いやほんまに全部の親。どうも金属バットです。どうもこんばんは。いや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 、さあ、おい、2060年のさ、はあ、9月4日なんやけどさ、40年後。うん、はあ、空いてる。なんかあんのお前開けといてほしいよ。え、何あんのよ。俺もう自分の葬式予約してもてさ。あんたちょっと気早いないか。あんた、いやなんかね、早割ってのですごいお得やったよな。そんなんあんねや。うん、ごつお得な。お得やね。はい、ワンドリンク無料やってな。お得なんそれえ、あんま葬式中飲みたい思わんけどね。いや絶対来てほしいよ。なんでなんよ。というのもお前葬式の当日にさ、はあ、お前に相方としてやってほしいことがあるのよ。おい、うん、何でも言うてくれお前。あ、いい、わし何でも全力でやるわ。あ、いいか。何やったらええねや。あの坊さんのスクーターをさ、はあ、中金切られへんように見張っといてほしいんよ。だるいっておい。頼むわ。だるいって。お前しかおらんねん。なんぼでもおるやろそんなもん、電車で来させ坊さんなんか坊さんはスクーターなんやって。いらんてそんなこだわり、ちょっと汚いなそやったら。じゃあ分かった、代わりにさ、はあ、俺の戒名を決めてええよ。マジで。ええよ、ええ、戒名決めていいの。やった。俺も葬儀屋さんと話し合ってさ、はあ、3つ候補用意してるから、はあはあ、もう選んじゃって。あ、選んでええみたいですな、うん、3つ候補って何。ジャングルマン X か、はミラクルボディ V か、おい、ライフガードなんやけど。みんなパワージュースやないけ、おい。え、お前なんで自分の下にチェリオのジュースみたいな名前つけんねや。やっぱジャングルマン X かな。全部一緒やねんそれ、味も見た目も。決める意味ないねや。あ、そう。せやで。じゃあさ、あの俺の死体をさ、はあ、火葬場まで運んでほしいんよ。うわ、俺霊柩車乗ってんねや、うん、やった。いやごめんごめん、霊柩車じゃないねん。何、な、軽トラ。バイクなんやけど。引きずんの俺いや引きずらん引きずらん。何何。なんかな、俺死んだらバイクになるらしいから、はあ、俺を運転して行ってほしいの。何言うてんのお前。おい、え、お前死んだら単車なんの。単車なんねって。ほんまに。葬儀屋さん言うてはったよ。言うてはった。単車になりますよあなたはって。そうな、40年後ってそうな。そうらしいよ。単車になるってどういうこと。な、腹にタイヤついてわしが背中またがるみたいなこと。あ、ちゃうちゃうちゃう、背中にタイヤついてて、はあ、仰向けやねん。向かい合うの俺で手握ったスピード出んねんけど、はあ、ちょっとスピード出しすぎだけ注意して。なんでな。あの60キロ超えた目開くらしいん。怖いってお前。おい怖すぎるって。嫌 やってお前の死体乗って街うろうろすんの。やってよ。いやこんな坊さんにバレたらめっちゃ怒られんちゃうの。いや怒られへん怒られへん。なんでな。なんかこれ仏教用語であるらしい。
死んだら単車なの仏教用語であんの、うん、あんねんて。なんていうの。自動に輪廻転生っていう。ないってお前おいあるダジャレやないかんなもん言うてはったんやって葬儀屋さんが。ほんまに自動に輪廻転生っすよそれ。ちょっとおい怪しいなおい。えこの葬儀怪しい。ちょっとキャンセルせよお前。いやキャンセル料が高いんよ。なんぼすんねんな。現代でいう諭吉10枚分10万もすんの。そうやね。現代で言うってどういうこと。未来で言う鈴木福くん5枚分やて。福くん紙幣なんのなんねん。2万円札そうそう言うてはった。ほんまに葬儀屋さんが言うてた。福くんを紙幣に押し上げますよ。押し上げるとか言ってるやん。ちょっとやばいってお前おい。キャンセルせえこれ。俺キャンセル払たるから。払ってくれんの。払たるよ。いやでもワンドリンクが怒ったる境にそれもチェリーも怒ったる境にもキャンセルせえお前。あそうでお前まだまだ生きなあかんねんから今知る話なんかすんな縁起悪い。まあそれもそうやな。シャーでじゃあ分かった。今後もし俺が死んでさ、はあ、名前がジャングルマン X になるまではうミラクルボディ保ってうえライフガードしていくな。バッチェリーよ。どうもでした。どうも。あらっすさえいおいしおなんじゃいなんじゃいなんじゃい。むちゃウケるやんけ。おいちょろいね今日は。おい R1 のお客さんじゃんこれ。やめなさいやめなさい。はいはい。知り合いにさ、はあ、漁師さんがおんねんけど。ええー、そんなんいてんねや、うん、はあ、その人がさ、はあ、この前本マグロの大トロを、はあ、ブロックでくれたんよ。熱っ。なんでなんか余っとんや言ってた。余らんであんなもんお前金貨やぞあれ。ありがとうございます言うて。大きいな気前いいね。で早速家持って帰ってさ、はあ、チラシ寿司にしたんよ。頭おかしいんかお前おいベロバブってんのかお前は。やっぱうまいね。あそうな。あのチラシ寿司の椎茸甘辛く炊いたやつ。あどうでもええわおい。どうでもええって。あ椎茸ってあの味のまま地面から生えたんや。ええわもうおい。椎茸の話なんか聞きとないんじゃお前。何何トロワイトロトロはいい色やったよ。色合いでいるんだ、うん、トロお前。あんなりょうさん怒らはったやろ。なんかえらい怒ってはって。そらせやろお前。あチラシ寿司にしました言うたら、はあ、頭おかしいんかお前。せやで。カナダ足でベロあるたろか言うてまいなこれ。本マグロの大トロいうのはな、一回炙んねやつ。しゃあね。しゃあ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 。なんか油がこうじわー出てくる。ああしゃ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 あ。それをケチャップにつけて食うんがうまいね。頭おかしいんかお前おい。ああ。なあ。炙るんすか。ケチャップじゃおい。ケチャップはね、僕もね、チラシ寿司にかけたんです。お前ぶっかけてんの。ほんなら錦糸卵と相まって、はあ、オムライスみたいになります。ならんわお前おい。頭おかしいやないかお前。頭おかしいやん。頭お前もおかしいねんで。でもめっちゃええ人で。ええ人はええ人ね。その帰りもさ、うん、ホタテくれて。ホタテ。ホタテ。でっかい殻付きのやつ。海底の、うん、なんでなんか余っとんやー言うて。余らんねえよお前。どこの海住んでんねんお前。いやありがとうございます言うて。大きな気前やな。で早速持って帰ってさ、うん、水着にしたんや。頭おかしいやないかお前。やっぱええー、ね。何がいいな。白が映えるね。映えへんねんお前には。あんなバキバキのギャルの姉ちゃんしか生えんねやお前。あリオさん怒らはったやろ。なんかまたえらい怒ってはってさ。そらせやろ。あ水着にしました言うたら頭おかしいんかお前。しゃあでお前カナダ足でベロあるたろか。今洗わんでねえ。ホタテいうのはな一回網で焼くんやと。シャーよシャーシャー焼いたらこう殻がこうじわー広がってくる。シャーシャーシャー。もうここだけの DVD 欲しいわし好きやねえな。で中身ポイってしてカスタネットにして遊ぶ。頭おかしいやないかお前。どうもありがとうございました。金属バットです。どうもお願いします。どうもバットナイスです。こんばんは。金属バットです。金属バットです。同じ絵面やねあんた。ねえ、うん、ねえ僕ら金属バット言いましてね。はい大阪から来たんすわ。大阪からね。ね僕ら2人とも大阪でね、うん、来まして、大阪言うたらね、うん、有名なもんがありまして。有名なもん。はい。大阪言うたら紅茶と貴婦人の街でして、ねえちょっとね。何？嘘ついたあかんわ。何がやねんお前。自己紹介で。何がやねんな。大阪が紅茶と貴婦人、うん、ちゃうよ。何ハープとティアラの街。そうなんですすいませんね大阪ハープとティアラの街ですね、うんそっから来ましてね。ねで、うん、ガス溶接得意な方が小林で、アーク溶接得意な方が友安ですね、うん見たら分かる思いますけど。見たら分かりますかね。分かりますかね。分かるでしょ。分かったかな。大丈夫でしょ。分かってるね。大丈夫大丈夫、はい、ね、まあ僕らそんなね、うん、漫才師なんですよ。そうなんですよ、うん、僕ら This is 漫才師です。 This is 漫才師、うん、おいいね。うん、ザットイズ漫才師。ザットイズ、うん、違うんちゃうか。フーイズ漫才師。フーイズ、うん、なんか横文字が似合えへんのちゃうか。うん、これぞ漫才師。なんかな、漫才師の五両人。五両人です僕ら、漫才師の五両人ですわ。五両人でやらせてもらってて、こんばんは。漫才師ってね、うん、もう立ち仕事やんか。ざっくり言うとね、うん、めちゃめちゃざっくり言うたせやね。もう立ち仕事のさ、うん、接客業やん。むちゃむちゃざっくり言うたな。うん、歯ぶき倒したらそうやな。もうき
つい仕事やん。めちゃめちゃ楽やで。え？めっちゃ楽よ。いやもうだってずっと立ってるからさ。こんな楽な仕事ないでお前。ある？え？見た俺の仕事量今日の。何歩いてきただけやでそこ。そこ信じられん距離で。こんな短い距離。この距離だけ。チョロ級であんな距離。めちゃめちゃチョロい距離歩いてきたの。しんどい、しんどいよ。しんどいかお前。いや俺それに比べてさ、はあ、コント師どもはさ、おい。あいつらさ、おいおい、すぐなんか椅子持ってきて座るやろ。休むようちゃうねんあれ。なめとんであれ。おい。むちゃくちゃやん。どうしたお前おい。しかもコントってさ、最悪コント睡眠って言ったら寝れねえ。受けへんけどな。一つも受けへんけどさ。ありえへんやん。どうしてお前おい。ずっと楽しとんねん。おい。楽から生まれる笑いなんかないの。どう尖ってんねんお前おい。なんやねんあれ。お前。え？コント師ってめちゃめちゃ大変やで。大変か？めっちゃ大変よ。そう？あれコント師ってお前飛んだり跳ねたりラジバンだりいろいろせなあかんねんでお前。そう。そうなん。めっちゃ大変やで。いろいろせなあかんの。そうよ。まあまあじゃあコント師はさ、百歩譲って許すねんけど。うん、偉そうやの。問題はよ、うん、あの落語家どもよ。おいおいお前おいおい、あかんやろあれ。おい、まあ、出てきてさ、 お客さんの前でさ、 お金払ってんねんで、おなんかいきなり座ってさ、おいおい、大昔に誰かがやったネタやるやろ。おいお前おい、あれ、おい、舐めすぎやろあれ。ちょっとえ小林、何ちょっとお前どうしたお前。どうした、こっちのセリフや。お前はどうした。え、落語家はうん、舐めとん。舐めとん。舐めとん。舐めとんってやっぱ。3桁年前のネタしとるからな。何百年やってんねん、お前。どんだけこすんねん、お前。もう。丸なってるよ、お前。そうや、丸やで。玉やろ、あんなもん。玉見せてるだけやろ。玉見せるだけあんなもん。なあ、あれ。なんや、ネタの途中、熱なったか知らんけどさ、うん、ジャンバー脱ぐやろ、あいつら。お前、落語家のアウターのことジャンバー。アウターって言ってんの、お前。ちゃうよなあ、あれ暑いんやったら来てくれよな、あんな。そうやで。視野でほんまに。で、暑いからすぐあれやろ、なんや、うちわで会うやろ。会うよね、あれ。むちゃむちゃしょんで、あいつらは。いや、でもさ、俺はもうこうやってさ、ずっと漫才続けてたらさ、うん、もう足腰弱すと思うよ。大丈夫やって。いや、もう立ってられんくなると思うねん。いけるって、お前。いや、今はまだ若いからいけんねん。30代けどな、俺ら。うん、もっと年取ってさ、50、60になってきたらさ、もう立ってられへんよ。大丈夫やって、お前。え？知ってるか、お前。何？いとこい先生。いとこい先生？いとしこい先生。おあの人らもう死ぬ間際前ネタしてあってんで。あ、そうなの？そうよ。最後なんかお前、楽屋、何、二丁のピストル入ってきたん思って。腰曲がりすぎて。こんなの？二丁拳銃入ってきたん思って。マイクの前行ったらバチってなる。バチなのかあれ。めちゃめちゃかっこいい。すごいな。めちゃめちゃかっこいいあの人だ。そうよ。いやでもさ、もう今のうちにさ、うん、もう楽な落語家に転身しといた方がいいと思うよ。いやお前な、うん、そういや落語ってな、うん、楽じゃないねん。楽じゃないのあれ。あれ知ってるかお前、うん、蕎麦食わんといかんねん。いや蕎麦ぐらい食うたらええやん。できんのかお前。誰でもできる。やってみよう。ほら、うん、ほら、おい、簡単やん、こんなん。見てみよお前。マックシェイク飲んでる音やんけそれ。おい、マックシェイクの音やそれ。マックシェイクの音してる。江戸にマックシェイクがあるかいってバーン殴られんのお前。マジで一番痛いとこ殴られる。一番痛い。正中線正中線どん突きお前。バチッといかれるのお前。それは嫌やな。せやで。そうか。でもあれよ、え、正座しちゃんといかんねん。いやあれ正座してんのあれ。何や思うてお前。掘りごたつじゃないの。えぐれてないねんか。あ、そうな。師匠足ブラブラしてるの見たことあるお前。俺ずっと楽してんや思ってた。めっちゃ座らなあかんのよ。正座してはんのか。でお前師匠の要求バチッと答えなあかんで。要求答えなあかん。おお、師匠と歩いてて、うん、おい、うん、おい、ハゲノスケ、うん、ハゲノスケお前、おい、ハゲノスケっていうのは俺でええんやな。お前、そうやな。これや。え、これなんすか。これや。あ、プリクラですか。小顔ピースちゃうのお前。おい、そんなおもろい師匠おらんのお前。え、ハゲノスケあと5秒や、早く小顔ピースせなっておらんの。おい、じゃない、一生ついてくわそんな師匠。違うの。せやで。何、タバコ。タバコや。あ、タバコ、タバコや。あ、そっか。あるよ、街歩いてても。ん、おい、ハゲノスケお前、軍閥の樽やないけ、おい。軍閥の樽、お前、ごっくんボディや、おい。下品な言葉。おいおい、言葉を仕事にしてる人とは思われへん。おい、ハゲノスケ、早く、早く。なんすか。タマスダレや。タマスダレ、何にするんですか。タマ、ナンパやんけ、お前。タマスダレってナンパするんですか。ナンパ道具やろ、あれ。ナンパ道具、どうやってすんの。女の好きなもん作んねやろ、あれ。ああ、そうか、あれでタピオカとか作ったら、エグザイルとか作ったら一撃やろ。一撃釣れんのか。バカもんやで、お前。え、バカモン、バカモンバーンやで。まあ、正中線、あ、五段突きはドン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 、正中線。死んでまうぞ。それは嫌やな。大変よ落語家って。落語家きついんか。3桁年前のネタで受けなあかんからな、そもそも。そうか、昔のネタで受けなあかんから。無理やろ俺ら。めちゃめちゃすごいやから。それはきついな。せやで。じゃあまあ漫才師でいいんかな。漫才師はやっぱり。でも俺な、どうしても座りたいんよ。なんやねお前。もう楽したって。なんじゃこいつは。じゃあもうあれでよか。なんでか。座り漫才日本一決定戦のほうザ漫才出ましょうか。お後よろしいんちゃいまっかの。ありがとうございます。まっか。毎度金属バトでございます。はい、ね、喫煙所、喫煙所でございますか、はい、
今回も喫煙所を探しに行ってきまして、はい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 、五反田に初めて、ね、僕は五反田でございます、ねえ、風俗街しかないって聞いたんですけど。そうやね、ねえ、うん、多目的トイレですか。違う、じゃないですか。こういう感じのとこなんかな、ねえ。五反田 TOC ビル、ほう、 TOC ビル、 TOC 五反田なんか大丈夫、さらばとかのテリトリーですよね。ここは大丈夫なんですか。ここは見取り図のテリトリーなんですか。でもない、どこの勢力にも属してないとこですか。あ、ほんまでっか。あ、ほなほなほな、自由に座してもらいましょう。行かしてもらいましょう。挨拶回りとか行かなかったらな、怖いからな。あ、それはテナント空いてるな。わあ、すごいな、むっちゃ空いてる。大阪の OMM ビルもこんなんなあ、むっちゃ空いてるよ。もうすぐ解体されたんです。あ、なるほど。あ、そうなんすか。あーはーはーはー、東京最近むっちゃ解体すんな。なあ、東京駅の周りもほぼほぼぶっ潰してるもんな。まあ、立派なもん解体すんでも。ヤニガミ様や。お世話になる。ヤニガミ様、このビルなくなったらいいやつ。どこ行くんやつ。なあ。まあまあいいです。持ってくるから。うわうわ、嬉しいな。晴れてよかった。調子良ければ富士山も見えるんですけどね。今日で調子良くなかったもん。完璧快晴です。もうちょっとあらへん。多分こっち川崎とか。あ、違う違う、あれ、はあ、はあ、あ、ニトリもあるやん。お前ら紫のもやがかかってんな、うちの子が。めっちゃええやん、ここ。いいなぁ。めっちゃええな。寝れるもんな。寝れるよな。やったぼっこで。これ雨やと終わんのか、でも。雨は終わりや。雨は完全に終わりや。雨、全くないな、しのげる場所が。相場はなんか遊具があったりするんだけどな、うんうん、ただ広いスペース、ただただ広いと、ヤニガミ様、うん、ありがて。あの森は何やろ。あの森なんすか。森、あの森なんだよ。立志の森公園。立志の森、風俗、風俗ですか。ボタンだから。公園ですか。野生プレイが楽しめる。お前、青川のこと野生プレイって言ってた。いや、このあの店ではな。なるほどな。俺は言ってないで。店ではないんですよね。あ、まあ、なるほど、ね、そういう体でね。すごすごいな、めっちゃええな。ここめっちゃええな。うん、わざわざ登る価値ある。価値ありですね、これは。もうなるんですよね、ここも。でもあ、全然ちゃいますわ。だってこれもありやもんな、これ。ありよ。こうもええもんな。いいよいいよ。こうしたかって、うん、全然いいもんな。
めっちゃええな お前ぴったりやな お前用やんこのいつ持って帰るかなこれこんなジャストあるかめっちゃええな日向タバコとしてタバコ吸ってもう弁当もここで食うな多分ここで働いたら絶対そうや なあ昔あの梅田のさポスト吉本かなんかあったやん、うん、あそこの横公園やったやん、うん、たまに昼行ったら竹下コーナーしてたよな横の公園でベンチで日向ぼっこしてたよな意外と日向ぼっこ好きやからな、うん、釣りバカ日誌みたいなね、釣りバカ日誌こんなんありましたよね昔のリーマンねえうわこれもできるのかじゃあこれもできるのかおあああっ午後から会議かあ、はい落ちたよ完全に肺がいいね、英服やからいや、髪に落ちたよえ切って小林切って持ってきて高枝切りばさみ持ってきて燃えちぎれんちゃうここほんまにいいっすねここは春まで温めてたんですよ卵みたいに言うてあった儲けもんですねこれちょえおかわりでしたこんなのこれおかわりでしたろこれめちゃくちゃええやん過去最高ちゃうんこれここめっちゃええな3月に取り壊されたえ、もう言うてもやん今3月やから末まで末までうわ、急げやなうわ、ルミネがこれやったえのにルミネ座吉本とかうーん祇園花月もなこんなんやったえのに隠してるだけで屋上こんなんかもしれんねみんな隠してるけどこう行ったやん今四天王寺におるあの池の亀の気持ち分かったわまするわなこの太陽こんな浴びれるならうん今日最高っすねスーパー青空わし葬式ここでしたいっすわ3月までに死ねえよじゃあ間に合うぞまだ折れるかな何か思い出あんねやろないろんなみんなこの景色あるやろそらなあもう俺でもあんもん気早いこの時点で気早いねんなはよ思い出にせんともうなくなるからどうなってまうからあんなビルなかったねとか言うんやろなお願いします小林君お願いしますよいしょ25反田ですいいか悪いんか分からへんねやえ1号単打はなんぼや他のレートで言うぐらい1号単打はキャスター2カートンやからあすごいな5単打価値低っ5単打の価値低いんちゃうかすごい低いんじゃないかだから50カートンやね50カートンキャスター50カートンカートン分最高やんけ最終回のリアクションやったよそんなことやらないでよっていうあそういうことですかああまだまだ東京都ブブゼラ博士ブブゼラを研究してるんかなブブゼラを吹いてるのはもうマジのやつかアホしかおらんからな吹いてはないんちゃう研究してる研究してたか、金属バットのお二人こんにちはこんにちは、おいいですね僕は都内の大学に通いながらたまにお笑いライブに出たりしているものですおい出てるやってる方なんや主に漫才をやってるんですが衣装的なものがなく舞台衣装について質問したいと思いメールさせていただきました、うん金属バットさんは衣装に対して何かこだわりのポイントなどあったりしますでしょうかまたお二人的にこの芸人のこの衣装が良いいやちょっとこれは的なものがあったらお聞きしたいですうーん衣装ね衣装はい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 
俺らはあれやもんね、もうスーツにしたもんね、うんうんうん、昔 T シャツのジーパンでしたけど、うんうん、玉五郎ね、そうそう玉五郎のね、大阪のラーメン屋の、うん、その作家さんね、里村さんっていう、もう365日髪の毛が濡れてる作家さんがいてるんですけど、どれ濡れてるの、里村さんがそのダメ出しの時に、いやちょっとさすがにお前らちょっとインディーズ臭すぎると、ちょっとツタンカーメンズって俺らの先輩が言ってるんですけど、うん、ツタンカーメンズ臭がひどいって言われてあそうかっていうな、うん、確かに見た目ややこしいんやから、うん、スーツぐらいちゃんと着とくかで、うん、ジャケット羽織ったね、うん、だから俺らはこだわり的なもんはあんま見えないっていうね、うんうん、ジャケットさえ羽織ってりゃまあまあほんまにそうやな、あまあ話できるかもしれないやになるから、うんうん、ですわね、この芸人の衣装がいいみたいな、これ俺常々思っててんけど、あとあーカウカウさん、あーカウカウさん、あれ似合うのあの人だけ、あの人だけやなマジでそうやな、あのチェック似合うのタダさんだけど、あどっちもやからなカウカウさんは、あ確かになあんなん着こなされへんよな、ギヨンさんもそうやな、木崎さんも、あまあまあそうやな、 あれいい感じよな、うん、金がどんどん減ってどんどん減ってるなあほんまに古い仏像みたいになってるもんね、うん、今もう大阪の時はもうあんま金ないって言うじゃな、たまに着はるけど、うん、あそうやな、あの辺いいよね、俺でも安藤も好きやで、安藤ね、あ風穴のえ、コブラも良くない、あ、コブもいいね、コブラもだいぶデニム、信吉は信吉でいいやん、いいよな、 あのデブ衣装な、うん、風穴3人ともやな、いいねいいね、確かにいいよな、デルマもいいよな、サコタ、 あの白のやつ、洗えるやつな、うん、あーツートライブもいいしな、あの感じ、うん、合ってるよな、ちょっとこれはってあるかな、何着てんねんお前らって俺一回昔その YouTube でさ、うん、なんかあれお披露目公演みたいになったやん、うん、ブワーって吉本の漫才劇場のやつで、ほんま多分1年目で多分もうやってないやつやと思うけど、うん、おしゃれ好きすぎるやつで、うん、普通に上はジャケット、短ランのジャケットみたいなの着てて、うん、めちゃめちゃ短い、ほんまに奈良原さんみたいな、うんうんうん、で下がボンタンみたいなスーツが入ってて、でっかいバッシュ入っててさ、あなんて嫌な服着てなんて虫巣の走る服着てんやん、それは嫌やな、いやちょっと嫌やな、邪魔よな、うん、入ってけね、邪魔やねんな、うん、あの魔石のさ、うん、なんかオーディションみたいな昔行ったやつか、うん、ベロベロで行ったやつやろ、そう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 、あっこに出てたウォレットチェーンついて、うん、バカでかい長財布をポピーさんやん、ケツポケットに入れてたんが、うん、でもめっちゃ気になって、いやポピーさんやんけあれ気になるわ、いやウォレットチェーンはあかんわ、いやいやいや俺もしてた昔、ああ流行ったからな、昔流行って、うん、2010年ぐらいまで流行ったんよ、いやでも気になるな、みんなしてたよウォレットチェーン、その私服ならいいんやけど、いや舞台漫才賞でも舞台上で立ってた、うん、ポッピー藤原さんもしてたからなでっかい革の長財布にウォレットチェーンして、ね、でっかいタオルポケットに入れてるやつ、おった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 、あれ気になったな、さすがのベロベロのわしらでも、うん、あいつケツにタオル入れとる嘘やろ、なんなんやろと思って、なんそんな、え、なんか使うんか、使うならまあ、うん、うん、何にも使わんかったもんな、うん、しやな、これはちょっと、でも昔の芸人はやっぱりこれはちょっとっていうのいっぱいおった、ジーパンにほら裏返しはチェックになってたやつ、 あれね、あれダサかったな、うん、もう淘汰されたけど、今運営さんぐらいからな、そうやんな、やってんのでも人気あるイメージやったけどな、あれ、あれ着てる人ら、あ、なあ、そうね、人気あったよ、うわ、俺はでもうわっ、うん、あんまでも売れてる人でちょっとこれはおらんよな、もうちょっとこれはおらんな、もうみんな馴染んでるもんな、それに、うん、あなんとなくちゃんと人に合わせてやってるもんな、うん、あいたたたがないよな、あと斉藤紳士さんがお、もうなんか結構カリスマ的な雰囲気でやってたのに、うん、パーマ当て出した時にがっかりしたな紳士さんな、あれほんまかってな、こいつ劇場入ったなありましたね、髪型もそうよな、髪型な、あそうパーマってなかなかよな、パーマはそうやな、なかなかよなパーマって、うん、わしも一時期当ててたけどさ、え、あーパーマ、パーマもう昔よほんま2014年とかパーマなんか当ててたっけ、漫才劇場のお披露目公演とかでパーマ当てたよ、
あああのこの辺の長さの時か。そうそうそう、生まれて初めてパーマして当てて、はははは、ああいいやんって言われるんだって、うん、うん、あすごいおしゃれになったねっていう、うん、あこれはいじられてんなっていうのやばい危ない危ない危ない、パーマむずいよな、パーマむずい、染めたりすんのもな、うん、あ赤髪とか安直にやるやつは怖いよな、ああやめるタイミングどうすんねやろってなるな、なファンファーレとかええやん、赤髪もうキャラに合ってるしさ、うん、あのままやったらいいけどさ、うん、こいつ目立つためにやってるってやつおるやん、まあそうやな、ね、歯怖いよなあれ、論文の厚さんとかいつやめたんやろな、あれそうよな、気ぃついたら気ぃついたら赤じゃなくなってて、あのブタキムの CM やめてからじゃないあの時確かあブタキムブタキムのやつ、ミサキかかってたっけ、 あったな、ミサキ少し前まではのやつなリオさん歌下手すぎてセーンタガーのやつなどうしたどうしたっていうありましたね、絶対衣装ベストコレクションっていう最近なんか投票が行われたらしくて、お客さんの投票、万劇の優勝がヘンダーソン、うんうん、ああまあまあ色合いいいですもんね、 あのあるよな、赤ちゃんのうんちみたいな色、どっちもどっちもやからね、健康的な赤ちゃんのあのな嫌悪感な色、うん、あれ確かにいいと思う、無限大がそいつドイツ、うん、こいつどうですか、本当やで、いや漫才衣装あったけどさ M1 の時、ああいや竹馬のシャツむっちゃ嫌やったけど銀のなんか常に肌にくっつきそうな、ああ言ってる、あれめっちゃ高かったらしいで、ああそう言ってたわ、竹馬があっこ二人ともおしゃれよ、おしゃれそうよな、どっちもおしゃれ、ねえよいしょ、聞いてるね、オッケー、ねえすごいすごいね、タワーキャすごい、ああなんてタワーキャすごいね、ああ東京すごいね、タワーキャすごいですね、なんてすごいね、ああねね、うん、ちょっとね、うん、この前ね、うん、の無人島にね、うん、冒険してきたんよ、すごい、日本、うん、日本日本日本で無人島なんかあんねん、うん、あんねん、はぁもうすごいよそこ、何もう人を寄せつけない、ほう絶海の孤島、いや、うん、すげえ、そこに俺足踏み入れて、いやワクワクしてきたね、うん、いいねワクワクしてきた、集まってきたな、もう行ったらさ、うん、大自然圧倒的や、大自然です、うんうん、そう、うん、そうや、一個後にやってもらったな、うん、すごい自然やね、うん、でもなめてたな、ほう、うん、あこれは生活できん、うん、自然にはかなんな、うん、人はそうやね、でどうしていいかわからんからさ、下手打ったら死ぬからね、そうやろ、うん、あの早速現地の人に話を聞いたわけ、あれ人いてるやん、おいおいおるやないけ、おいなんやこいつ、あんたも観光客かい、観光地な、いえ冒険者です、観光客やってお前、おい冒険者なるわな、わけわからん、うん、ちょっと話ならんなこのじじい、お前やお前やって、お前が話ならんねん、おい全然伝われへん思って、意味わからんねんお前、でもとりあえずもう掘ってぐいぐい進んでったんよ、島の奥へ、あ島入ってったんや、うん、ほんなもう舗装された道やからガンガン進めんねん、道あんねや、おい観光地やないけガンガン進めんねん、橋まで行ってもうて、はあ、島の反対側、うん、島の反対側のビーチに出て、あ砂浜出たんや、砂浜どうなの、厳しい波、波は厳しいのか、いやもう思ってたんと全然ちゃうんよ、なんやもうゴミがいっぱい落ちてんの、思ったんちゃうねん、うん、何それ、ジーマの空き瓶とかハイネケンの瓶とか、えらいチャラいゴミいっぱい落ちてて、ゴミチャラいね、で音ガンガン流れてんのよ、音が流れてる、うん、で若者がな、うん、もういっぱいおんねん、いっぱいおんの人がいっぱいおんねん、もう無人島やろ、千人ぐらいおってむっちゃおんな、おいフェスちゃうんけ、なんかその日はさ、うん、ヒップホップジャパンっていうのやってたら、フェスやないかお前フェスやってるやないけ、はぁってなってなぁ思ってたんと全然ちゃうっ て全然ちゃうな、レゲエ聴きたかったのに、何や思ってお前も、おいヒップホップか、何しに行ってんな、言うてたら俺若者に絡まれてさ、うーわ最悪、うぇい、ハゲー言われて、かなん雑いなもう若いやつはなんなんやお前は、かなんの冒険者です、ハゲやお前はもう、お前もうハゲや、うわー冒険者やってマジウケる、かなんかなんな、もうやっぱな俺もな、うん、お笑いを10年ぐらいやってるからさ、ないことやってんな、うん、こういうとこで確実にウケてくんねん、ウケてないねん、あウケてないちゃうねん、うん、ちょけられてんねんお前、地がたついてんやめられてんねんって、
でちょっともう調子乗ってるからかましたろ思って、おやめとけお前、行ったったんや、やめとけよお前、おい冒険者あるある言います、おやめとけお前やめとけ、あかんあかんぞおい、やめとけて、行ったったんや、行けんのか、服めっちゃ汚い、薄いや薄いってティッシュやないかお前、無理無理なんやそれ、なんやそれ、ティッシュやないか、ティッシュやでよ俺が言うてるわ、え冒険者あるある、大丈夫かお前、ヒップホップ聞いてるガキお前、キノコは水分補給に使え、マジモンちゃうんけおいおい、サイに火は効かない、マジモンやぞおい、海水は肛門から吸収すれば無害、聞いたことない、何それ百科事典、何それ、まあ互角やな、いやもう大負けやってお前まあお前もやるなみたいになって、ええらい仲良なって、よう慣れたな仲良、ほんなそいつがとんでもないこと言い出してん、なんじゃい、この島は無人島ではない、せやねん、ちゃうねんて、叙述トリックやねん、どこがやねんお前、おい花から騙されててん、何が覚えてる、俺最初行った時にさ、 おっちゃんに話しかけて、喋ってんのお前、お無人島じゃなくて、じゃないねん、観光地やねんここで、無人島は隣の島ですよ言うて、隣ですねな、だ俺はその日とりあえずホテル泊まって、ホテルあんねんな、もう観光地や、ニューアワジ泊まって、あじゃあ淡路島やったんやな、えらい近所やったね、ニューアワジで次の日その隣の島行って、は行ったんや、なんか本物は全然ちゃうわ、あ暗いもんならんかった、もう自然がすごすぎて、これ人は無力や、自然の前で入ることもできへんな、キャーでもどうしてええからわからんからさ、早速あの現地の人に話して、あもういいですどうも金属バットです、どうもどうも金属バットです、どうもどうも、あー小林と小林で金属バットですわね、あごめんなさい、一つちょっと言っとかないといけないことがありまして、あれ何、はい、私、はい、小林さんじゃないんです、あれあれ勝利やった、はい、お前読み、あそういうことじゃなくて、何お面白いこと言いますね、もう一回言って、えもう一回それ言って、面白いこと言いますね、まあなじゃなくて、何何、小林さんじゃないんです私、はい、小林じゃない、何言ってんのお前、この前ですね、小林さんと神社でこうね、こうバランってぶつかっちゃって、で階段をこうコロコロコローってこう転がり落ちちゃって、で入れ替わっちゃったんですね、だから私小林さんじゃないんです、え分かります、いやえ小林ちゃんだって、いや違うんですよ、この前ね神社で聞いた聞いたよ、聞いてんの、バーンってなって、聞いてる聞いてる、コロコロコロってなって、こう入れ替わっちゃったって、魂がって言った方がいい、いや何でもええよ、一緒やって、小林やお前何言ってんのよ、いや違うんですよそれが、小林やないかお前、いや本当に違うんです、お前あれやろ好きな食べ物麻婆豆腐やろ、いや違いますね、え揚げたこ焼きです、え、はい、小林じゃないかもしれんな、違うでしょ、違うんですよ本当に、え好きな漫画何、好きな漫画、私ワンピースが好き、あ違うな、はい、ストッパーブス島やもんなお前、あれだから違うんです、ええよな本当に違うんです、お前の好きな製図道具何、製図道具って何ですか、え雲型定規やろお前、どうしたお前、あれええどういうことですか、キャドあるある1個言って、キャドあるある、キャドあるある、あ手書きの方が楽だなと思ったんですけど、縮尺を自由に変えれる点がやっぱりキャドの方がいいなって思いました、違うな、小林のキャドあるあるはやりがいがあるやもんな、違うなあれ、いや違います、小林さんじゃないんですよ本当に、本当なんです、誰じゃあんた、はじめまして、うん、ミスチルのベースです、誰やねんお前、おい誰じゃ、えでミスチルのベースキャドできんのかいミスチル、え知ってるでしょミスチル、ミスチルはスターチルドレン、うん、のベース、ベースほらおったんベース、いやいますよあれ桜井ピンちゃうのあれ、桜井がピンで頑張ってるのはジ・アルフィーやないかい言うとりますけども、何それ何それ、私なりにちょっとお笑いってこういうのかなと思いまして、あんまこの芸風で言うのちゃうけど、はいはい、お笑いなめんなよお前いやこういうのじゃないんですか、なめんなお笑い、違うんですか、なんなお前、えミスチルのベースなんです、ベースと入れ替わっちゃって小林さんと、ダメな、ダメですか、なそのミスチルのベースのやつ見っけて、はいはい、今のお前をひっくり返したらまた元戻んの、あそんな簡単な話じゃないんですよ、もう何がいな、その僕が入れ替わった方の体も、はあ、もう別の誰かと入れ替わっちゃって、何やねんそうなんですよ、誰と入れ替わってんの、まあでも言ってもわからないような人なんですけど、お前もやで、うん、
スピッツのベースと入れ替わって誰やねんってお前誰や誰やねんでしょお前もやねんそれは地味なんですよお前もやって誰やねんおいミスチルミスチル一緒じゃ一緒じゃ一緒じゃ格上格上一緒やねん一緒やねんどっちも愛されてるけど何ですか誰やねんおったんかいなそれもおるそらいるでしょおった知らんかったピンや思ったあれも入れ替わっちゃってるんですよそいつ見っけてきて、はい、その3人でゴロゴロってひっくり返したらまた戻んのいやそんな簡単な話じゃないんですよもう何が起きてんねん今そいつもまた別のベースと入れ替わっちゃってなんでベースばっかりねおいみんなで神社でここ何なのベースってみんな悩んでんの悩んでるでしょそれはそうな地味なんですからお前も直せやなああどこのベースと入れ替わった今度はあの TOKIO のベースと入れ替わったもおらんねんお前おい TOKIO にベースはもおらんねやいないんですか今へんねんや TOKIO にえなんでえバンドでしょバンドだったらベースがいるんじゃない、まあちょっとえいないんですかなんでいないんですか、まあ、なんかあんねんちょっとまあえなんでいないんですかじゃあ、まあまあまあな。なんでいないんですか。まあまあ。なんですか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 。ダブルなんですか。ほんまに。今ちょっと刑務所入ったんね。刑務所入った。え？刑務所入った。刑務所入った。刑務所入った。刑務所入ってるんですか。異例の即日死刑やったかな。え？死刑なんですか。異例の確か即日死刑やったと思う。死刑なんですか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 。ダブル死刑なんですか。ほんまに何ですか何ですかこれは本当にえそうかじゃもう立っちゃったんですよあかんなえダメですかうん刑務所おったらちょっともうお前とやるしかないなあ一緒にやりましょうだからできんのお前お笑いなんかいやお笑いできますよさっき見たでしょ不安しかないよお前僕いろいろ見てきて勉強してきたんで、うん、あお笑い勉強してんの、はい、あんまかいなやりましょうじゃから一緒にじゃからじゃからないきなり広島弁もう一緒にやりましょうやってみようかはいやりましょうはいはいどうも金属バットです。どうも金属バットです。僕ね、はい、芸人なんですけど、はいこう見えまして、はい合コンに行ったことがなくてあ珍しいね、はい、芸人やのに合コン行ったことないほらせっかくやからここでやらせてもらおうか、はい、あやらせてもらえますか上手やね行こう、はい、行きましょうかじゃあ、まずは乾杯しようか、うんはいビールでいいビールビールの人1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,9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 8,89,90,91,92,
え、どっちパクってんねんお前。東京ホテルはタケルをパクるんやお前。なんでショウゴをパクんねんお前。あれ僕ショウゴさんばっかり見てます。ショウゴなんかパク、タケルはパクんねん。東京ホテイソンで受けよう思ったらタケルをパクるんやお前。あ、そうなんだ。画面の半分画用紙で隠してショウゴさんだけずっと。なんでそんなことすんねんお前。なんでそんなことすんねんや。じゃあたまにこう手が出てくる。出てくるからな。違うねや。違うんですか。東京ホテイソンパクるんやったらタケルをパクるなあかんねん。そうよ。ちなみにあの合コンでのこのビールを数えるやつの 1,2,3,4,5,6 のタケルさんのツッコミは、いや町コンの規模完璧やろでした。あ、完璧やねやっぱりでした。こっちをパクんねん。こっちをパクるんだ。あ、やっちゃいね。俺そのツッコミできへんねん。あ、できない。俺苦手、それできへんから。そうですか。ちょっときついわ。そうですか。俺あんなツッコミ要せへんねんそうなんです。あれむずいからわかりましたよね。僕別のもいっぱい見てきたんで。他は勉強してんの？見ました見ました。あ、何見てんの他？サル岩石さんと。サル岩石変なの。ドロンズさんと。ドロンズさん、あとチューヤンさん。いや、テレビに狂わされた芸人おいできてましたよね。あきまへん、今できてます、ね、あきまへんで大阪ホテイソン、あきまへん大阪ホテイソン、あきまへん、あきまへんできてましたよ、ね、後輩のパクってニコニコすんなあかんわ。あ、そうですか。もうあかん、ちょっとお前やってないわ。ちょ揺らしちゃダメですよ。あ、もうあんた何がや。揺らすから。え、入れ替わっちゃいました今。何も入れ替わってへんがな、お前なんやねんな。あなたの金玉と私の金玉がこう、おい、やめろよお前。おい、おい、金玉返せよお前。おい、揺らすから、揺らすから、もうあなたの金玉全部こっち来ました。おい、ゼロ玉なってんけお前。おい、もう玉がこんなに溜まったら溜まらんですな、言うとりますけども。溜まりまへんでな、ほんまに。お前マジで玉返せよこれ。トークバットです。お願いします。お願いします、ね。さあ、うん、この前さ、うん、自分の人形を作ってん。え、等身大のやつ。え、でそれをラジコンにして走らして遊んでたんよ。え、ほんなら俺のラジコン途中で操作機関くなってさ、え、走ってどっか行ってもうたんよ。は、
最近街で俺見てない？ちょっと待って、何言ってんのお前。な、自分の等身大のラジコン作ったん？うん。何それ、なんでそんなん作ったん？俺ラジコン作るの好きやねん。あ、そうな。うん。でスピード追求してたらさ、はあ、俺の形がベストやった。絶対ちゃうでお前。ほんまに。どうやないかお前みたいな、もう見てない？街で俺みたいなやつ。お前みたいなやつ探してんねんけど。見たわ。見た？うん。なんかね、うん、パン屋の壁にバン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 ぶつかってるお前見てるけど。あれお前のラジコンちゃうんけ？パン屋さんの壁？うん。それは俺やな。ガチもんだお前。本人やわ。何してたお前。なんかやたらいい匂いする施設あるな思ってさ。施設って言ってんの？パン屋のこと。匂い嗅いでただけなんやけど。中入って食ったのにきしょいなお前。見てない街で。俺あれやねん、俺のラジコンあれやねん。何？漆塗りやねん。漆塗り。真っ黒のやつ。やった、見たわ。見た。見た。漆塗りのお前やった、見たわ。見た。うん。どこで？ネットオークション出たわ。売られてんの？え？仏壇仏コーナー出たよ。仏になってんの？仏になってないけどね。てかお前普段仏壇仏具のページ見てんねん。見てな。あのページな、金ピカの方めっちゃ安いからめっちゃおもろいの。あ、そう。そんなんええわお前。おい、振り返さんとあんた。あ、そう、うん、もうええよ。なんでやねん。仏なってんやろ、うん、ほんなんもうええわ。なんでや。仏だけに仏言うて。うえ。仏ケーキ。うらっしゃ。どうも金属ね、どうも。